はい、それではその6、あ違う、その7でございます。よろしくお願いいたします。この枠から来る方は、もし初めての方とかであれば放送の詳細等を見ていただければ分かると思いますのでよろしくお願いいたします。ちょっとお待ちください。でですね、放送の詳細にですね、こちら詳細をご覧ください。こちらコミュってありますんで、コミュが、リンクで貼っておりますんで、そちらの方ですね一読よろしくお願いいたします。大体この放送のルール的なものとかが分かると思いますのでよろしくお願いいたします。でははい、いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。もしもし。はい、もしもし。こんにちは。はい、こんにちは。ジャワオです。はい、いらっしゃいます。また先日もね、ちょっと話行かせていただいたんですけど、覚えてますかね。はい、はいはいはい。よしこちゃんの話覚えてます？もちろん。はい。まあ、そのジャワオです。まあ、本日もよろしくお願いします。その続き？いや、その続きじゃない。ないですね。別に同じ話を。またこういう企画やからやってもいいんですけど、一応もう一つね、俺の友達話をちょっとご準備してきました。はいはいはい。どっちでもいいですけど、どっちがいいですかね。それはもう選んでください。どっちでもいいですよ。んどういうこと？一回前話したのも話してもいいですし、別に。いや、前話したのはもう大丈夫ですよ。もう大丈夫ですか？はい、わかりました、はい。じゃあこれちょっとまあこれもどっちかというと怖いというより不思議な話、だから不思議な話が僕の多いんですけど、基本的にいつも、はい、これまあ友人の話で、先日まあちょっと友人と飲みに行くことがあったので、はい、その友達からまあ結構前から聞いてた話で、まあ今後どうみたいな感じでまあ聞いた話なんですけど、はい、友人がまあ中学の1年か2年ぐらいからのずっと友達で、はい、まあ結構ずっと仲良くはよくて。なんか年の割には結構大人びたことを急に言ってきたり、なんかいろんな言葉してたりとか、なんかうんちくとかいろいろ知ってて、なんかこいつ物知りでちょっとなんか一風を隠したような、そんななんか少年だったんですけどね、彼、はい、でまあなんでこんないろいろ知ってんねやろな、なんかところどころおっさんみたいな趣味も持ってるんですよ、はい、なんかおっさんみたいなことも言い出すし、こいつおっさんちゃうかと思い始めて、はいしわいにで、うん、まあでなんか仲良くなってきたから、いろいろ話聞いてたら、その彼がその実はってなんかすごいかしこまった感じで話してきて、ちょっとまた家来てくれへんみたいな感じに言われて、はい、何ってなんか怖いなあ思って、はい、そんなあちけちゃうか思って、はい、まあ怖いなあ思いながら、まあそっち行って友達の家、はい、そしたらなんかすごくなんか真剣な顔で。その友人が話してくれたんですけど、はい、そのなんでいろいろもの知ってるんかとか、そういうのをなんかなんでそんなおっさんっぽい性格なのかとか、なんかいろいろ話してくれて、はい、その友達ね、寝ると2児の父親になるんですって。意味わからないですよね、きっと聞いても。寝ると2児の父親になるらしいんですよ。ほう。なんかね、その友達が一日終わりましたと、うん、学校行ったりなんやかんやして終わりました、うん、で寝ると、うん、寝ると違うなんか人間として起きるんですって、うん、2児の父親として起きるんですって、うん、そうでまたそこで普通にサラリーマンのように生活をして、でそっちでまた寝たらそっちに戻ってくるんですって、うん、いつも通りの友達に、うん、だから1日をだから2日2人の人間で経験しているみたいな。ほう。でまあね、事細かく話してくれて、その夢の時はその2児の父親としての思い出とか記憶とかあるんですって、ちゃんと。ほう。で逆にその夢じゃない現実かどっちが現実かって彼にとっては分からないんですけど、うん、その学生の自分の時のことは全然思い出せなくなる、うん、で逆に学生の時やったらその2児の父親の時の思い出とか住んでる場所とかその全然わからないんですって、うん、もう意味がわからないというなんかちょっと不思議な話で、でなんかいろいろなんか先生とかにも相談 してたらなんかその今はもうなんか普通に心療内科に通わされてる状態らしいんですけど、何なんだろうなとか、まあちょっとなんかオチとかも特になくすごく短い話になっちゃうんですけど、まあいろいろ話聞かされて寝て起きたらっていうのは、うん、それは現実世界で起きたらってことですか？いやだから彼にとって現実がどっちかわからないんですって。あ、もうそういうことになってるんだ。そうなんですよ。だからこっちが夢かもしれないしあっちが夢かもしれない、いやもうどっちが夢かわからへんねんの、俺もう頭パンクしそうなんやってもう割と真剣な顔で言うてくるからもうすっごいなんか信じたいんですよ。彼の顔もなんか真剣ですし、なんかふざけた感じじゃなくて仲がいいからお前に言うんやでって言うてくれて、まあ信頼してくれて言うてくれてることやと思うんですけど、でまあその後どうみたいな感じで話してて、まあ普通に特に何も変わらない平凡な一日で、でまあ2児の父親で子供の年齢名前は全然覚えてないらしいですけど、あっちに行くと覚えてるらしいですよ。住んでるとこもわからないんですよ。だからいやね普通に寝たらいやだから寝てる間にもう一人の人間を経験してるってことはその寝てる間どうなってるんやろもう片割れはっていう、うん、いやけど普通に毎日学校通ってきますしね、うん、うん、まあ学生の頃ですけど今はもう働いてますけどね。ちょっとなんか不思議なすごい話でどうなってんねやろうなって、うん、ちょっとオカルトチックな話ですかね、怖い話というより。いやオカルトではないんじゃないですか。そのまあちょっとね午前中もそういったようなまあ関連するようなそういう話はありましたが、はい、うん、まあそれはまあ不可能ですからね。そうなんですよね。現実的な話をすると1日に2日分をこなすっていうことはまあ不可能で2児の父親でもないじゃないですか。そう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 こっちではね、うん、うん、だからあっちではそうらしいんですけどね。あっちっていうのがじゃああっちでも相談していなければいけないわけですよね、うん、あっちでも相談している相手はいるみたいですよ。でもそのあっちでも相談している相手っていうのはでも記憶がないのになぜそれが分かるのだろうかっていう。ああまあけどそれもねなんかふわっとしてはしか覚えてないらしいですよ、うん、住んでる目に見えたものとかは、うん、なんかちょっとふわーっとした記憶ではあるんですって、うん、だから2児の父親ってこともふわーっとした記憶で覚えてるけど子供の名前年齢とかはまだ一切覚えていない、うん、細かいことは覚えてないけどふんわりとしたことは覚えているって感じだみたいですね。だからこれそういったなんかオカルトチックというかその物語的に言ったらですよ、うん、これどっちかが消滅するわけですよね。そうですよね。なんかその2児の父親の方が先死にますもんね。どっちかっていうとこっちの年齢的にねこっちが残ったらですよその後。ああそれなんかちょっと SF チックな話になりますけど本当にその向こうっていう世界があってですよ、そんな夢物語をお話しするかもしれないですけど僕らって、ね、寝てる間違うところにいるじゃないですか。まあね、うんうん、言うてもそれが精神世界なのか別人格が向こうの方で動いているなんてそんなバカな話があってたまるかと。そうですよね。なりますけど、ね、もしかしてですよそういったようなことがあるかもしれない。ただこれがそんなお話があったりします。これが適切かどうかわからないですけども精神的な、まあ、そういった、まあ、多重人格とかそういったようなもの、まあ、分裂症精神分裂症とかっていうようなものですかね。そういったようなものがそういった症状なのかどうかはわかんないですけどもそういったところで片付けられて病院送りにされるのもちょっとどうなのかなっていうそうなんですよね。すごくかわいそうでたりはねするのかもしれないし、ただそれがその本人がこれはおかしいと、これはひょっとしたら何かしらの病気なのかもしれないっていうところでどっかで自覚をすれば、今の自分がどっちがいいのかってこれ双方考えてるっていう可能性はありますよね。そうですよね。どっちがその中で身を引くかなんでしょうね。なんかね、僕もなんかちょっと不思議な体験してるものやから、なんていうかね、信じてあげたいし、病気なみたいな、なんか病人みたいな扱いもしたくないんですよね。そうです。信じたい、ものすごく信じたい。それはね、そうだし、どうなんでしょうね。それはまあ経過を見て、まあ見守ることしかできないからね。もう十何年も続いてるますけどね、彼はあの場合は。はあ。となるんですよね。なんかガキの頃からなんですかね。いつからっていうのはあんま聞いたことなくて、いつからなんだろうな。ちょっとわかんないですけどね。ふんわりした記憶っていうのもね、なんかなんか意味があるのかみたいなね。覚えとったらあかんのかなって、あったらあかんのかなって、同じ世界やとしてもありえないか、時間的にけど。まあちょっと見守っておいた方がいいんじゃないですかね。まあ今後もまあなんかちょくちょく話聞いてみて、ちょっとなんかね、また進展があったらまたこの話もしてみようかなと。自分の話もですけどね。その話はもういいんじゃないですか。だってそれはもうまあ見守っておいた方がいいんじゃないです。ここでなんだろうな。なんかけどまあ彼自身はこういうのをなんか信じてもらえない、こういうなんかなんていうか、普通の人に言ったら「あ、もうこいつ頭おかしいな」みたいな感じになって、もうちょっと一歩引かれてしまうから、だからなんかこういうのを共有できる人間が多かったらいいなというのは彼自身も言ってることなんですよね。なんか信じてくれるような、まあちょっと信じてなくても軽くなんかそのなんて言ったらいいか、心に留めてくれるような、そんな人間と共有したいとは思ってるとかいうのは言ってましたけどね。だから俺が代わりにここで話したんですけどね。俺が話してよかったんかわかんないですけど。まあそこら辺はまあもう取りようの問題だとは思いますけど、まあそれはまあ立ち会ったらまあ見守ってあげたらいいんじゃないですか。そうですね。まあ心配ですけどね。なんか彼が消えてしまうんかと思うと、まあそのどっちかが仮に勝ったとして、その片割れはどうなるんやろうな。いや、だからそこらへんじゃないですか。そこがすごい心配ではありますけどね。まあなんかオチがなく、オチっていいですって、オチとかは。なんかちょっと不思議な話。そうですね。まあね、ありがとうございます。はい、ちなみに私はしけった駄菓子はポテロングがしけったのが大好きです。お疲れ様でした。それはね、冒頭の休憩時間の動画に残らないから、これ見た人ははって言うかもしれないですけどね。不思議よね。でもそういうのって本当に実際問題、ひょっとしたら本当にあったらっていう、まあどうなんだろうな。その人にとっては現実が2つあるんだからね。どうなんだろう。はい、いらっしゃいませ。何度もすいません。放送の音を切っていただいてよろしいでしょうか。切りました。はい。はい。よろしいでしょうか。お名前どうぞ。ソルト真理教と申します。はい、いらっしゃいませ。先ほどメールでですね。はい。動画を送ったんですけれども、届いてますでしょうか。と、Gmail の方ですね。メールは、ちょっと待って。はい。ほ？ほう。これじゃあ、これはい出せばいいですか？ですね、はい、そこを動画の説明をするとですね、はい、その動画の場所はですね、はい、福岡県の、はい、犬鳴峠があるじゃないですか、はいはい、の犬鳴ダムってあるじゃないですか、はいはい、のダムの奥にある元お城の跡なんですけど、ほうほうほう、犬鳴別館っていうお城の跡なんですけど、はい、そこの、作った人の記念碑をちょっと写真撮影行ったんですけど、ほうほうほう、その時僕録画というかビデオを撮ってないのに、なんか知らない間にそれが携帯に残ってたんですよね。うん、でそれでちょっと見てみると声なんですけど、はい、なんか子供のような声がですね、はい、入ってるんですよ。ちょっと聞いてもらいたいなと思ってですね。ちょっと待ってね。はい、ちょっと待ってね。はい。じゃあちょっとお願いします。流します。鳥じゃなくて？鳥じゃないです。鳥じゃないっていうのはなぜ？鳥じゃないっていうか子供の声で聞こえるんですけど、聞こえないですかね？これ鳥でしょ？鳥ですかねそれ？うん。チュンチュンで多分1秒と2秒の間ぐらいのやつでしょ？いやずっとなんとかなんとかさんって聞こえるんですか？気のせいですかね？なんとかさん？ごめん、音量これマックスなんだ。もともとの音がちっちゃい。ちょっと待ってね。ちょっとそっちの音を全部切るわ。ちょっと待ってね。いや、なんとかさんは言ってない。チュンチュン。ちょっと俺のない入ってない。鳥鳥ですね。鳥ですか？なんとかさんは入ってないですね。僕こっちの方でモニター音を最大限にして聞きましたけど、なんとかさんは入ってないですね。なんか子供の声みたいな感じなんですけど。いや鳥ですね。鳥ですかねこれ、はい。野鳥でしょうね。この辺り野鳥の保護区だったりするので。はい。犬鳴トンネルとかここら辺のある時はあるところはそういうのとかでも犬鳴峠とかを調べてみると野鳥とかっての保護区とかで結構いろいろ野鳥が来るっていうので紹介されてますよ。いや僕も子供の声にしか聞こえなかったんで。鳥ですね。鳥ですか？わかりました。鳥だね。わかりました。了解しました。うん、はい。はい。すみません、なんかお菓子ムードを壊してしまった。ちょっと朗らかになりました。ありがとうございます。まあ、出直してきます。はい、お疲れ様でありがとうす。ございます。よいしょ。なぜこういうことを鳥ですねっていうかっていうと、この方はそういったところに行って、まあ、写真とかそういったのを撮っている人だっていうところで、容赦はしません。容赦しないっておかしいな。まあだってもう聞こえないものに、あ、これはこうかもしれないなっていうところも相当あるけど、もうマックスでこっちで聞いても鳥が鳴いてるから、鳥だよ。鳥だ。はい、いらっしゃいませ。はい。はい、どうも。こんばんは。あ、こんにちは。はい、こんにちはです。はい、お名前よろしいでしょうか。かぎっこと申します。はい、よろしくお願いします。まあこの話はまあ小学生の頃にあったお話なんですけど、はい、まあ、意外と小学生の頃の記憶ってなかったりするじゃないですか。そうですね、ちょっとね、時が経つと。そうですよね、はい、でなんですけど、唯一明確に残ってる記憶で、はい、ちょっとまあゾクッとする感じのお話なんですけど、まあ公園に夕方頃出かけていて、ふと公園を覗いたんですよね。で、夕方の4時くらいですかね。その時にまあ小さい男の子がいて、はい、でその男の子が砂場でお砂遊びをしてたんですよ。はい、でお砂遊びをしてて、で、あ、一人で遊んでるんだって思って、でちょうど自分も出かけてて終わって帰ってくる頃だったんで、はい、でそれでじゃあ一人で遊んでるの寂しそうだから一緒に遊んであげようかなってなって、はい、まあ子供ながらに親切心みたいな感じで、まあ、その子に近寄っていったんですよね。でそして、まあ、近づいていって、でどうしたの、一人で遊んでるのって言ったら、遊んでるのって言ったんですよ。うん、ああそうなんだ、じゃあお兄さんも一緒に遊ぼうかって言ったら、まあ屈託のない、まあ幼稚園ぐらいですかね、その男の子がまあ可愛らしい笑顔で、うん、一緒に遊ぼうって言って、うん、でそれで遊んだんですよね。で遊んでて、で1時間くらいですかね。で1時間くらい経った後に、じゃあそろそろもう時間も遅いし、じゃあお別れしよっかって言って、うん、まあその流れになったんですよね。で、うん、分かったって言って、でお兄ちゃん待ってって、どうしたのって言ったら、ねお兄ちゃんって言って、んってなんかおかしいなって思って、何を言おうとしてるんだろうって思って、そしたら「ねお兄ちゃん」って言ってね、ずーっとね3人で遊んでて楽しかったよってその子言うんですよ。でこう肩を組む素振りをするんですよね。で隣を見るんですけど、自分には何も映らないんですよ。そこに誰かがその子には見えていたように。一人だけですよね。はい、自分は一人で遊んでるんですよ、その子が。なのに、その子は3人で遊んでると言って、その意もしない、自分からは見えない人間がいるみたいなんですよ。で、その子の肩を組んでるんですよ、その子は。で、3人で遊んで楽しかったよって言って、肩を組んでるんですよ。で、自分は、うん、そうなんだって言って。なんとも言えない、不思議な。よく子供とかで「バイバイ」とか、はい、誰もいないところに手振ってる子いるじゃないですか。そういう系統の多分マックスですよね。だと思うんですけど、いきなり、まあ、最初自分は本当に完全に2人で遊んでるっていうイメージだったんですけど、うん、別れ際になって3人で遊んでるっていう風になってたみたいです。で意もしない人物なんですけど、自分には確かに見えないんですよ。なのにその少年は肩を組んでるんですよ。まあでもあったりするんだよね、そういうのってね。そうですよね。でも実際にわーって言ってたりするけど、肩組む素振りってちょっとあれね、ちょっとリアルすぎるよね。そうなんですよね。だから親しい間柄なのかな。うん、そうでしょうね。みたい。いつも遊んでるんでしょうね。だから何なんでしょうね、公園に縛られた自爆霊いやー、なのどうなんだか。ろう。どっかから一緒に連れてきて、いつも公園で待ち合わせしてるかどっちかですよね。ですよね。あまあ、見えてるんだろうね。だと思います。はあ、イマジナリーフレンド、頭の中の友達、まあエア友。エア友の友ちゃんはちょっと違うけど、いや、本当にね、具現化して直感もあるんだってよ。へうえ。ん。バイバイとかって、うキャキャキャとかっんて当て鬼みたいなのあるじゃないですか、子供同士の。うんうん。うんそういうのもあるんですって。うん。へえ。子供同でも一人でくる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 回ってるだけなんですよ。そこを。あでもう、で、そこで、お母さんも一緒に遊ぼうっていうような、あ。うんほう。誰と っていうような話とかもあったりだとか、ああ。あるので、でも、一人じゃないって、すげえな。二そうなんですね。人いるってことですよね。そうです。ほーほほー、何歳ぐらいの子供って言ってましたっけ？多分、4、5歳か、はまあ1年生上がるか上がらないかくらいのあ、は年齢じゃないかなとは思ったんですけど、自分がその当時3年生くらいでしたかあ、ね。はあ。いやだっー、たんですけど。でもね、いや、うわー、それが大人になってとか、ちょっと大きくなった時に、はい。顔が浮かぶ時があるんですよね。ああ。え、そう、そう、それは不思議ですよね。想像力なのかどうなのか、って逆いうにとここっろ。ちが見えていないだけっていうのも怖いですよね、その想像も。そうですよね。こっちが見えていないだけで本当にいたらすげえよな。そう。それじゃがあ、想像のものなのか、霊とかっていうもんなのか、はっきりとはわからないんですまあけそうど、ですよね、わかんないですけどね。ただ、そこにいるっていう感覚っていうか、なんて言うんですかね、そういう雰囲気は出てるんですよね。生々そしの、ちゃ、い。そう、そのちゃんと、なんて言うんですかね、その子供、自分と同じくらいの子供の肩幅の子とはい肩を組んでるっていうのを想定しているように、こう、肩を組んでいるイメージを持つんですよ。まあ、そうですよね。もうこうエアで肩組もうって思うのと、本当に肩を組んでいる感じのこの力の入れ具合というか、その感覚っていうんですかね。そうそうそそれがもう見て取れて、あれ、ここなんかあるんじゃねっていうような、う。なんか見えない物体を掴んでるみあたいなイメージはするんですよね。はあはあはあはしっかりと、子供ながらなんですけど、こう、肩に沿って手を丸めてるっていうあ、はイメージはあるんですよ。あ、はい。でも、見えない。はえ、まあちょっと、傍から見てたら、ちょっとふわーってなることだけど、そう。ねえ、まあ、はい。不気味というよりちょっと不思議という感じですね。怖さはそう。全く、ちょっと、まあ、怖さはドキッとはしますけど、まあね、まあ、まあ、怖いっちゃ怖いか。怖いっちゃ怖いけど、まあ、不思議な感じがすごく大きいようだなっていうような感じはそうしまですす。けどもね。全まだ、く伝わらないですからね。遊んでたんだっていう。うーん。まあ、見ててね、それはね、わかんないですよね。まそあうでです。もそういうのとちょっと生々しさはちょっと感じるところのちょっとハッてするような感じではありますね。そうです。未あだに忘れない記憶ですから。いや、ありがとうございます。はい。ありがとうございましはい、また。たでは何かあれば。失礼いたしはい、ありがとうごまざいす。ます。はい、どうぞパチパチよろしくお願いいたします。よいしょ。今日は、よいしょ、いろいろと、あれだね。今日はいろんな意味ですごい日だね。今日24時間やって、良くも悪くもすげえなって思う。はい、いらっしゃいませ。もしもーし。んもしもし。あ、やっぱり。すいません、来はてました。いらっしゃいませ。姫うさぎではい、いす。らっしゃいませ。24時間とつまちお疲れ様です。もうちょっとあるけどね。もう今日もどうぞよろしくお願いいたします。もうちょっと頑張ります。今めちゃくちゃ花粉症で声大丈夫ですかね、私。大丈夫です。僕もなぜか花粉なのかどうなのかわかんないですけど、すっごい鼻が反応してるんで。もし聞きづらかったら申し訳ございません。大丈夫ですよ。はい。はい。それでは、今から語らせていただくお話なんですけども、はい。こちらは近所に住む85歳のおじいちゃんから聞いたお話です。ほう。そのおじいちゃんは、最近山の持ち主が山の下刈りをしなくなったせいで、はい。荒れている山が多くなっていて、おじいちゃんからするとそれはものすごくなんかやばいことらしいんですね。ん何がや山が荒れているっていうこと自体が、ああ、手入れしてない、もうはい、手あれ入のれしてないっていうことあがれ放やば題。いらしくっははて、はは。なぜかっていうと、まあ、おじいちゃんがまだ小学生の頃に体験したお話に遡るそうなんですけども、はい。当時小学生だったおじいちゃんは、はい。学校から帰ってくるとみかんかごを背負って、その中に、山に行って枯れ木を取ることが、まあ、子供ながらにそれが仕事だったらしいんですね。はい。で山に入る前は必ず手を合わせてから入り、山を出るときは必ずもう一度手を合わせてから山を出るようにって親に、まあ、いつもきつく言われていたそうなんです。はい。でおじいちゃんは、まあ、不思議に思って、なんでっていう感じで、まあ、親に尋ねると、お父さんに尋ねると、はい。まあ、お父さんがこう言ったそうなんですよ。その地域で呼ばれる名前は違うんですけども、はい。まあ、山には得体の知れないものが住んでいるんだそうなんです。はい。はい。で、まあそのおじいちゃんが住んでいる地域では主にうねめ様って呼ばれていて、うん。で見た目は海に住む、まあ、湯虫に似ていると。湯虫。まあ肌色で、まあ、ナメクジの大きいやつみたいなもんだよっていうふうに教わったそうなんですけども、あははあはははい。それに体中びっしりと目がついていて、うん。ゆっくりうねうね張っていて、うん。まあ、目撃者によってはそのうねめ様の大きさは、まあ、まちまちで、うん。大きいものは牛ほど大きいものから、うん。まあ、小さいのは小指程度の大きさ、うん。まあ、様々でっていうふうに言われてたんですね。はい。で、まあその目も、まあ、稀に3つ目や5つ目って目が少ないものもいたらしいんですけども、うん。まあ、ここからが大事だからよく聞けって言われて、はい。まあ、山に入る前に手を合わせるのは、はい。まあ、山神様にうねめ様に会わないようにお願いするんだそうですよ。うん。でうねめ様を見たものはまあ、大体の人は、まあ、厄災にあって、うん。まあ、狂ってしまうそうか、あとは大きな病気にかかってしまうそうなんですよ。はい。でそういうふうにまあ、うねめ様にもし会ってしまったとしたら、うん。見て見ぬふりをするのが一番いいらしいんですね。はい。まあ、見て見ぬふりをして、まあ、足音を立てずに、まあ、ゆっくりと、まあ、山を降りると。うん。で、まあ、見てもこの話は人にしちゃいけないんだよと言うらしいんですよ、親からしたら。はい。まあ親としてみれば、まあ、見てしまった人は怖くってそれを人に、まあ、言いたいそうなんですけども、それは決して言っちゃダメだよって言うんで、なぜかっていうと目がたくさんあるうねめ様はそういう様子を見ているからねって言われて、はい。で必ず夜は雨戸をして寝なさいって言われたそうなんですよ。はい。でうねめ様は見て目撃して、まあ、見て見ぬふりをしていると、まあ、去っていくそうなんですね。はい。あ、大丈夫だ、見てないっていうような感じで、まあ、それで、要は、災いが逃れられるから、もし見てしまったとしても、もう見て見ぬふりをして、人には話さないっていうことが一番。で、去ったっていうのは、なんとなくわかるらしいんですよ。その見た本人としてみれば。うんうん、あ、もう気配感じなくなったっていうような感じで。うん、で、そこまですると、まあ、月日としては、どのくらいかかるか人それぞれには違うらしいんですけども、はい、その気配が消えて、人に話すことを話したとしても、まあ、厄災は、現れないっていう話だったそうなんですね。はい、で、ちょっと少し月日が流れて、そのおじいちゃんが中学生の頃に、はい、まだ山にその枝を取りに行っていたらしいんですけども、はい、ちょうど夏休みで、友達と遊んでいて、はい、まあ、時間帯が、まあ、ある程度過ぎてしまったらしいんですよ。いつも取りに行く時間帯よりも、まあ、時間が経ってしまったので、はい、まあ、一緒に遊んでいた友達2人連れて、頼むって一緒にちょっと付き合ってくれよみたいな形で山に入ったらしいんですけども、はい、まあ、おじいさんはいつものように山入る時に手を合わせて入っていったんですけども、うん、その中の一人の、まあ、A 君が手を合わせないで入っていったらしいんですよ。はい、で、入っていかなくても一緒に撮ってて、3人で撮ってるわけですから、まあ、ある程度早い時間に撮り終わって、ああ、もう日が傾く前に撮り終わってよかったね、降りよう降りようって言って、ちょうど降りてる時に、はい、ガサガサって音がしたらしいんですよ。はい、なんか音がするって言うんで、3人で話して。で、おじいさんとしては、お父さんから話聞いてるんで、ピンときたらしいんですよ。はい、で、ちっちゃい声で友達に振り返っちゃダメだよ、絶対振り返っちゃダメだよ、そーっとそーっと降りていった方がいいよって言うんですけども、はい、まあ、その中でやっぱり空気が読めない子っていうのが一人いまして、はい、A 君が「なんだこの音すげえ気になる」って言うんで、そっちの方へとぼとぼとぼって歩いていっちゃったらしいんですよ。音がガサガサしてる方に。そして「うわー!」って言うんで叫んだらしいんですよ。ね、もうそのおじいさんと B 君はある程度、まあ、その聞いているから親からそういうものを、いるよっていう、不思議なものがいるよっていう、うねめ様のことを聞いてるから、もう怖くなってそっちの方面に行けなかったそうなんですよ。うん、で、ある程度時間が経ってその恋した方にそーっていくと、まだそこに肌色の目玉がいっぱいついたものがうごめいているらしいんですね。まあ、それが、まあ、人の腕ぐらいの長さだったらしいんですけども、うん、その A 君の周りをうねうねと回ってるそうなんですよ。で、もう本当にびっくりしちゃって、おじいさんは。うん、で、B 君もびっくりしちゃって、うん、もう2人でもうシーですよね、シーっとしてそーっと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 もう山から出たらしいんですよ。で、忘れずに手を合わせて、で、山を降りて親に言えないわけじゃないですか。まあ、その A 君が会ってる状況を、うん、うねめ様に会ってる状態、親に絶対言っちゃいけないっていうことですから、人に。だから、そう、いけないんですよ。でも、大体降りてきたときに、もう真夏なのに、自分の子供が窓を全部閉めたっていう時点で、うん、親としては、あ、こいつはうねめ様に会ったっていうのが分かったらしいんですよ。うん、で、その B 君も同じことをするじゃないですか。うん、で、A 君は、要は帰ってこない帰ってこないじゃないですか。帰ってこなかったみたいなんですよ、それは。で、まあ、分かってるんで、親たちは、次の日に、その山に登ってったらしいんですよ。うん、もう、大体ほら、おじいちゃんが行く山っていうのはもう決まってるんで、うん、そしたら、もう、A 君はいたらしいんですけども、うん、変な話、もううねうね、なんて言うんだろうな、蛇みたいじゃないけども、体がこう、ふねふねしたような状態で、声にならない声を上げて、ずっと立って、空の方を見上げているらしいんですよ。なんかくねくねみたい。くねくねうねうね、なんかこういうふうにやって空を見上げて、はい。気持ち悪い。気持ち悪い。で、もう親としてはもう分かってるんで、ああ見てしまったんだなっていう感じですよ。うん、で、まあ仕方ない、まあそういうような施設に、まあ A 君は入れられちゃったんですけども、その時代もう。うん、で、そうやってるうちに、要はそのおじいちゃんと B 君はうねめ様に目をつけられてるわけですから、うん、要は見られてるわけですね。で分かるらしいんですよ、おじいちゃんも、はい、視線を感じるそうなんですよ、どこにいても。はい、でパッと振り返っても誰もいない。でもその視線は山から必ずあるそうなんですね。はい、でその地域っていうのが要は山に囲まれた地域だったらしいので、はい、まあ山の方向から必ず視線がしてくると。で夜になると、這ってる音が聞こえるらしいんですよ。うん、這ってる音っていうか、なんか足を引きずったような音が家の周りでするらしいんですね。うん、で怖いから、まあ、雨戸とか開けないじゃないですか。そうすると朝、まあ、目が覚めて窓をバーッと開けると、家の周りにやっぱり腕のぐらいの大きさの何かがなんか跡がついてるらしいんです、家の周りを。うん、で「あ、今日も来た」っていう感じになって、それでも親には言えないわけじゃないですか。うん、でも親に言われてたことは、うねめ様を見た時に山に行かなくなると帰って怒らせるから、同じ、まあ、毎日同じことをするようにって、山に行ってるんだから山に行くようにっては言われてたらしいんですよ。うん、だから、まあ、手を合わせて入ってって、まあ、もう会わないように祈りながら、うん、今度は山を出てっていうのを毎日繰り返してたらしいんですよ。うん、でやっぱりそういうことをしていると会わないらしいんですね。それはそのじいちゃんのお父さん曰く、うねめ様も人間とはあんまり関わらないようにして生活してるから、たまたま見ちゃった場合でもやっぱり普通通りにして、まあ、見なかったことにしてれば、うねめ様も次第に、あ、この人間は自分たちに興味がないんだろうっていうのが分かって、向こうから去っていくっていうんですよ。熊みたいね。そうですよね、熊みたいな、なんかそういう感じみたいなんですよ。熊の正しい対処法ってそうですもんね。はい、だから、うん、それで絶対やんなくちゃいけないのが、普通に生活はすること、うん、かえって怖がって山の中に入っていったりとか、うん、入んなかったりするのはかえって怒らせるからダメなんだよっていう話で、うん、でうねめ様が山に入っても会わないのは、山を下刈りしてきちんと住みよい場所にしてるから、うねめ様は人間の、まあ、領地の方に出てこなくって済むんだよっていう話をしてるんですよ。うんうん、だから山が荒れ放題になってると、まあ、うねめ様が、まあ、獣の匂いって今下に降りてくるじゃないですか、獣って今街中に、うんうんうん、あの匂いを追ってくるそうなんですよ。そのじいちゃんの父ちゃんの話によると、うねめ様が、そうだから、いや、そうだから山が荒れて獣がいや人里の方に降りてくると、うねめ様に遭遇する確率も昔の時代よりも多くなるんだよっていう話をぼそっとしてくれたっていうお話です。はあ。はい。まあ、はい、あんまりコメント。はい。ごめん、ね、落ち着いてね、みんなね。まあただどっちかというと熊で一番あれって言われてたけど、獣が降りてくるっていうのは狩られたりとかしてね。はい、降りてくるっていうところもあるけど、まあこれは伝説、まあそういう伝説というか、伝承というか、そうですね、はい、そういう方向でのお話っていうところですから、はいはい、そこは皆さん一線を引くようにしてくださいね。うん、そこはまあ現実問題そういう人だと、だから降りてきたりとかっていうような、例えばまあそれで降りてきたらですよ、人のまあ例えば熊でのそういった遭遇事件とかっていっぱい出てるじゃないですか。そうですよね。はい。俺ちょいちょい熊ニュース見るんですけど、ああ降りてきてるじゃないですか。そうですね、降りてきてますよね、最近よく。それ人里に降りてきてうねめ様ついてきたらどえらいことというか、俺は多分フォルムでもう死んでしまいますけどね。それをうねめ様のフォルムで僕はもう多分死んでしまうと思いますけど、ちょっとね、まあねその話をしてくれた、まあ、おじいちゃんも、まあ、かなりもう年齢的にいい年なんで、うん、まあね、そういう話がまあ父ちゃんからも聞かれてっていうのもいろいろあったと思うんですけどね。でも代々でしょそれって。そうですね、うん、その土地の山に返す。だから要は山をほったらかしにせず、ちゃんとそういったようなことをしてちゃんと忘れず敬いなさいよっていうのは、まあ、そのおねめ様っていうのが本当にいるかどうかなんていうところって、まあ、本当わかんないですもんね。そういったようなお話で、うんうん、まあ山の神が本当にいるって、それが現実問題どうなのかって言ったりして、ちょっと話は変わってきますけど、変わってきますけども、まあ、山が荒れたら、うん、獣が降りてくるっていうのは本当ですからね。そういっただからなんだろうな、荒れるっていうのってどういう荒れるっていうのって想像してるかっていうのはあると思いますけども、荒らされるとか手入れせずにっていうようなっていうのなのかどうかはありますが。まあ信仰というところでのそういった昔からのもんですからね。そうですよね。ただ僕一つ気になったのは、はい、他言してはいけないって言ってましたよね。そうです、見た。はい。重くそここで聞いてますけど大丈夫なんですか？大丈夫でしょう。そのおじいさんも結構人には話してるみたいなんで。でそれでどうなったかっていう人いないんで、まあね、はい、まあね、これ言ってなんかあるって嫌ですよ。ただ何かあった人は何人かもうこの現時点でいるとは思うんですよ。はい、今現時点で、はい、さっきの何でしたっけ、うねうねした海の生き物、あユムシか。はい、そうです。ユムシ探した方、皆さんは、残念。俺一発画面に出してやろうと思いましたけど。僕もですね、あれはね、僕もちょっと裏側で探しましたが、これはさすがに酷だなって思って出しませんでした。私も初め聞いて調べて、はい。言ったらまあ簡単に言うとですね、チンチンみたいなもんです。うん、簡単に言うとですね、男は見覚えがあるフォルムですね。生まれたてのね。はい、女の人はちょっとファーって思うかもしれないですけど、いろいろな意味でね、ちょっとふわーってでそれを切ってるとこがあったので、なぜかいたたたって思ったっていうのはね、それ内緒にしておこうかなと思いますけどね。それで山上信仰とかそういったのはありますけど、僕群馬行った時に十二様っていうのを初めて見て、やっぱり今でもそういったの祠があったりとかって言って、その山上群馬の山のこう連なっているところ、足尾とかどこだったかな、渡良瀬川のあたりの山とかっていうのを、そのいろんなその山でいろいろあるらしいんですけど、それを総称してたのかどうなのかちょっと忘れましたが、あの辺りの山の山神様っていうところで十二様っていうのはこう目の前でこうバンってあったんですね。そういうの見てちょっと調べてみたり、まあ、そこまでがっつり調べたわけではないですけど、いまだにそういった伝承というか、信仰というようなものっていうのがきちんと残されていて、ほうほうほう地域ですけどね、あ、なるほど。はい。そういったのはあったりしますから、話を聞いてみたりするとやっぱ面白いところはあったりしますよね。もう山というとこういうちょっと怖い系の話って多いですよね。そうですね、やっぱそのなんかうしんん。そのやっぱ怒りに触れて何かしらがっていうようなことがあったりだとか、はい。したりしますけど、まあ、昔話とかにも山にまつわる話って確かあったようなあ気もしあ、まはい。すけども、そういったところでやっぱ教訓めいた話っていうような、信仰を忘れないように、きちんとどうかね、ねえ、はい。そこには何かいろんな教えがあったりするのかもしれないですしね。そうですよちょっと触れるとね。ああーなるほどなっていうところあったりとかするでしょうし、それをがっつり今のこのね世の中でできるかっつったらできないかもしれないですけど、できないですよね。そん なのをはちょっい。と少しでもこう入れると、ひょっとしたら何かしら、ね、別の考えというか、まあ、いい考えというか思考的なものとかっていうので、できるかもはしい。れないですけどね。はい。ありがとうございます。あ、どうもありがとうございました。まだ少し長いですけども、頑張ってくだあさりがい。とうございます。はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。はい。そういうところとかっていいですよね。僕もほんとつい最近ですけども、いろんなそういった企画とかをやってて、そういったものに触れることが少し多くなってきたんですけど、いや興味深いものとかってすっごい多いですよね。ていうかまあ量が多すぎてどえらいんですけどね。大変な物量ですからね、調べていったりしようと思ったら。でもそういう興味があったところをちょっと調べてみるなんかすると面白い、そういった民族学的なようなものとか、そういったものが少し垣間見えるんではないでしょうか。民間伝承とかね。はい、いらっしゃいませ。あ、もしもし。もしもし。どうも、マリア様と申します。はい、いらっしゃいませ。カナタさん、あの、エレベーターで異世界に行く方法とかっていう、いろいろ流行ってるのってご存知でしょうか？今流行ってるんですか？あの、ある数字を順番通りに押していくと、はいは世界にエレベーターで行けるっていう、い。はい。まあ、2チャンネルとかで流行ってる。で、いろんな、YouTube とかで実況者の方がやってたりするんですけども、はい。まあ自分の場合はそういうのにまあちょっとあまり興味がないんですけど、たまたま自分の今住んでるマンションがですね、はい。ちょっと曰くつき的な、はい。まあ場所なんですね。うんうん。まあ僕、夜中、ちょっとお酒を飲んで酔っ払って帰って、まあ普通に自分の家12階なんですけども、はい。12階をポッて押して、まあ帰ろうかなと思ってバーって行ったら、12階止まらずに、その家14階なんですよ。はい。でも14階以上ずーっと15、16、17、18とどん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 上に進んでいく。はいはい。で、パーンって開いたら、全く暗い、異世界のような空間がまあ出てきまして、はいはい。そっからまあ、女の人がこっちにずーっとって向かってくるわけですよ。はい。で、やばいなと思って、エレベーターのボタンをパッパッパッと押しても全然反応しなくて、で、そのままどん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 女の人がバーってきて、最終的に自分の首をパッて締めたところで、目が覚めたっていう話なんですけど、目が覚めた。あの、気絶をしてしまって、うん。で、エレベーターの中でまあ、目が覚めたというか、朝を迎えたっていう話ですね。まあ結構それ系統っていう話ってもうとんでもない、まあ、結構昔からはい。あって、もう僕らが20歳ぐらいの時から確かなかったっけ？もっと前からかな。確今かにまあ、い今いろはんな、今流行ってるのかどうかわかんないけど、どうなんかな。もうやっぱ再燃したりとか、一回落ち着いてまた再燃してっていうのを繰り返したりするのかもしれないけどね。そうなんです。なんかそう、最近なんかエレベーターで異世界に行けるみたいなのが、どんどんなんか結構いろんなところで耳にするんですけど、へえ、今また。今また、はなんか、その、一人かくれんぼみたいな、その、あるじゃないですか。あります。それとして、まあ、そういう都市伝説で、この順番通りに回数、ボタンのあるあ回数る。をしていくと、止まらなくなって、どん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 、上行っうて。行ってしまうっていう。言うたらエレベーターで異世界に行く裏技的なもんですね。そうですね、はい。エレベーターのボタンを押してコマンドがあるんですよ。まコずマンドが。2回押しま、て、何回押して、そこからまたそっち押して、で、したら、途中の5階に1回止まるんですけど、その5階で、なんか女の人そう、が乗ってくる入らっしてい。くるんでね。はい。懐かしいね。そはれい。あったね。でもそれね、僕の友達が僕これ前も放送で話しましたけど、ちょっとね、あの、変なことがあったのはあったんですけどね、そういった系統で。僕、え、実際それをやった、て実際に起こった。起こった出来事。ちょっとそれは俺聞いて、あ、まあそんな話かって聞いた時、友達から聞いた時、はって思いましたけどね。そんなのはなんかそこはあまりやらない方がいいんですね、そうやいうこらとは。ない方がいいのかどうかわかんないけど、やらない方がいいという感じにはそれは終わりますね。ううわー、やっん。てしまって。ただでも、あー基本的にはないですよ。僕もやったことありまですも、し、そんなの。みんな多分、みでんも、なで一人かくれんぼって高齢術だから、あんま本当にやらない方がいいんですよね、あれっていうのは。おいや、米を詰めたり、その内臓を、人形の腹、その綿を取るイコール、その内臓を取るっていうことですよから、うん。でそこに米を詰めて、その髪の毛だったり、爪を入れなきゃいけないっていうルールがある時点で、その高齢術というか、本当に、どっちかというと術、呪いっていうか、うん。聞いたんですけど、うん。あまあ、れはなんそうか、いう、そうういうちそのの、友達もそのやって、うん。その、実際本当になんかこう隠れてる時に物音が聞こえたりとか、なんかその、結構怪奇現象があったって聞いたんで、まあでもね、呪術とかっていうのって、もちろんその、まあ、人型っていうか、その人の形はをしい。たものの中に自分のものを、まあ、爪だ髪だとかって入れるじゃないですか。はい。ほいで米入れてとかっていうようなその順番がありますけど、まあよりしろを作って、そこに低級悪魔とか、そのまあなんか分からんけど、その何か魑魅魍魎的なものをやって、ではい。自分を、まあ言うたらあれ、自分を探しに来てるっていうものとかっていう、そんな感じだと思うんですけど、僕これはいろいろとなんか見たりしましたけど、結局は自己暗示なのかなっていうところもありますけどね。やっぱり、最高の自己暗示なのかなっていうところはあったりしますね。一人かくれんぼとやか、っあたあら言っ全然た何ようもな、起こらないから、別にそこまで怖がる必要はないってことですよ。怒りましたよ。起ことりまあ、した。とあることは起こりましたよ、僕は。僕じゃないですけどね。うわ、やめとこう。ちょっと、ただそれあの、がそういうことなのかどうなのかは分かんないです。ただでなも本そ当に、だからね、このそう、起こりうることもあると。なぜこれが自己暗示っていうのかっていうと、自分にかけてるんですよ。自分で怖いって思い込んでるってことですか。思い込んでるとか、それ自分が何かを下ろしているとかやっているっていうものじゃないですか、あれって。たはだい。それをじゃあ自分が行った時っていうのって、まあ人を呪わば穴2つですよね。うん、うん親フラだね。親フラ多いな、今日。ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。ちょっと動画流れちゃった。動画流れちゃった。よいしょ。人を呪わば穴2つっていうところがあったりするんでね、そういったところなのかなとは思いますけどね。もしもし。はい、もしもし。はじめまして。はい、ヒサって言います。ひささん。はい。はい、いらっしゃいませ。今日はですね、はい、僕の地元に伝わってる、はい。まあ、怖い話をちょっとさせていただこうかなと思って、突しました。ほあの、まあ、あくまで口伝なんで、う。はい。本にも残ってない話なんですよ。うん、でね、まあ、戦国時代の時に、まあ、ある武将が僕の地元に攻め込んできたんですよね。はい、で、まあ、むちゃくちゃやらかして、城をまあ一つ攻め落としたんですよ。はい、で、その城を攻め落とした動機っていうのが、はい、その武将のね、はい、息子が、はい、そこの城の、まあ、姫さんを嫁に欲しいと、はい、言うて、上司を言いに行ったら、はい、いやもうこの子は婚約者がおるから、はい、やるわけにはいかんと。はい、断ったら、じゃあお前の家滅ぼしたるって言うて。攻め込んでいって、まあ、やっちゃったんですよね。はい、で、その後に、姫さんはまあ逃げ出せたんですよ、なんとか。はい、で、まあ、山を越えて、川を越えて、頑張って逃げたんですけど、はい、最後捕まってしまうんですよね。で、その逃げる道中の間に、城下町の、まあ言うたら、農民とか、商人とかに助けを求めていったんですよ。はいはい、で、かくまったんですけど、はいはい、密告したんですよね。敵方の方に。はい、農民が。うん、で、そんなことを3回ぐらい繰り返されて、はい、で、最後、この婚約者の、まあ家っていうかお城、まあ、助けに求めに行ったら、はい、その婚約者も密告したんですよ、相手方に。うん、で、まだ逃げ続けて、最後、なんとか逃げ切れるっていうところで捕まってしまって、うん、まあ、自害したんですよね。うん、で、その自害したときに、この時の人間みんな呪ってやると。うんうんうん、お前らの飲める水も蓄えれる時もなくなると思えと。うん、捨て台詞を吐いて首を自分で切ったらしいんですよね。うんうん、で、その後その姫様がおった時は、うん、水には今でも大腸菌が湧き、うん、時には破傷風の病原菌がまあ残っていると。うん、で、今からまあ50年ぐらい前の話らしいんですけど、50年前、あ、事案があったんがね、事件があったのが。何人なんですか？まあ、聞いて、破傷風で指がなくなった人が続出したりとか、大腸菌で胃腸をやられて、そのままお亡くなりになられた方とかが、まあ、いたっていう。今でも呪いは続いているって話で、ただね、その話、何個かおかしいところがあって、はい、いかんせん口伝なもんでね、口でしか伝わってきないから、はい、公式の文章にも何も残ってないんですよ。はい、で、ちょっと僕もおかしいなと思って、その病原菌を知らせるための、はい、言うたら、警告みたいな話で作ったんちゃうのかなと思って、はい、自分なりにちょっと調べてみたんですよね。はい、そしたら、なんかね、3個ぐらいに話が分かれてるのを一つにしたみたいな話で、うんうん、途中の間に統合してたらなんでなんやろうなと思ったら、うん、やっぱり何かしらの呪いがあるんかなと思って、はい、調べていったら、戦国よりまだ前によう見たことがあったんですよ。はい、鎌倉時代の時に、なんか、まあ、これ言うたら僕のおるとこが多分バレると思うんですけど、はい、源義経が、はい、ぶんどった城の、はい、奥さんの呪いなんちゃうかっていう話で。うんうん、で、ようよう調べていっちゃったら、それ以外にも、よう似たことがまだ何個かあって、はい、で、調べたら調べるほど、なんか半径20キロぐらいで同じようなことが何百年間に一回起きてるなと思って。というのはどういうまあ例えばで、どう言ったらいいんだろう。例えばその、はい。ちょっとそのちょっと壮大すぎるっていうところもあるから、そうだちょっとかいつまみすぎてちょっと情報が漠然としすぎているからそこの背景あたりやっぱ細かくあった方が結構面白いかなとはと思うんですけども、はい、歴史知らない人間なんでね。はい、で言うたらその代々の姫様の呪いが今でも受け継がれてるんかなっていう話で。それが鎌倉時代ってことですか？始まりが鎌倉時代ですね。鎌倉より少ないかな。平安末期ぐらいからスタートで、なんか何百年かに一回そういうことが起きてるっていう。何百年かに一回。はい。例えばどういうことがその何百年に一回起こったそのうちの最後がそういう50年前にあったことってことですか？って言われてますね。僕がおじいちゃんから聞いた話なんですけどね。なんか3つぐらいの話を1つにまとめて、お前らこんなことしたらあかんのぞっていう教訓を込めてやってるんかなと思って、調べていけばいくほど、なんなこれみたいな話ばっかりだって、これ呪いどころじゃないんじゃないのっていう。なんだこれっていうのはありますけど、ちょっとそのなんだこれが結果わかんないから。だからその間に苦練してる間に混ざっていた人間の怖さっていうのもありますし、やっぱりなんかまず小銭していってわけのわからん話にしても、そりゃそうでしょうね。800年かかって800年900年ぐらいかかって口伝であれば書物が残っていないのであればもう話は変わってったりだとかもちろんするんでしょうけど。ですよね。で、なんか個人的にそれが怖いなと思って。なんか伝言ゲームの延長戦じゃないですけど。警告としてそれを引き合いに出してるんかなって。出す意味は？だから水は沸かして飲めとかじゃないですかね。と思うんですけどね、僕は。最終至った結論っていうのが。その50年前にそれ自体は起こってるわけですよね。はい。50年ぐらい前になんか急に破傷風の病原菌がまた湧いてきたや言うて。でも破傷風の病原菌とかっていうのって、土壌とかっていうのはその菌もあるんでしょうけど、何か流行したりとかっていうのはどこの地域なのかちょっと僕申し訳ないですけどちょっと全然見当がつかないんですけど、はい、50年前でしょってことは1060年代でしょ1960年代でしょ。そうですね、そんぐらいですね。戦後十何年、まだ衛生管理的なものとかっていうのがやってなかった頃に、まだそうね、医療的なものとかっていうのがちゃんとそこで設備されていなかった状態の場所とかであれば、そういったようなたたられるぞ、呪われるぞ、そういったことになるぞっていう恐怖心を煽ってのそういうことっていうことかな。なんですかね、姫様の呪いっていうことにしてそれ引き合いに出される姫さんも姫さんでしんどいな。かわいそうですよね、やっぱり。でも本当にそれがあったっていうのはそれは史実としてあるんですか？はい、それはもう多分残ってるはずなんですよね。そこら辺もちょっと僕もあんまり調べんままやって、ですけど、ただ僕のおじいちゃんから聞かされた話だったら、50年ぐらい前に姫様の呪いが復活したみたいなことを言うてて、だからそれ以降、そこの土地で農業する人はみんなゴム手袋を何重にも履いて、農業せんかったらあかんみたいな。相当不衛生だったんですかね、ひょっとしたら。なんですかね。まだ地域的なものがわからないですけども、相当そういったので、もうだから、そういった呪いみたいなようなものっていうのでも、引き合いに出さなければならないような。でもそれが今だったらないですけど、そんなにそうはないでしょうけども、今50年前だったら場所によっちゃあるのかな。そういったようなあるんですかね、やっぱりまだその何なんだろうな、まだそういった人がいなかったりするような時代というか、でももう高度成長期に入ってってるよね。66入っていくところだと思うんですよね。だその時に大腸菌がはキーの、破傷風がキーの。あまあだからそのそういった排水的なものとかっていうのとか、そういったのも結構どうだったんですかね、そこら辺ってちゃんと設備する前だとか、山の方ですか？あ、そうですね、山の方ですね。山の方で、その姫様ぼった城っていうも山の方なんですよ。はいはい、山上の方に住んどって追い詰められたみたいな話で伝わってるんですよね。そう、あ、そうね、環境汚染真っただ中の時ですもんね、そういえばね。うん、水俣病だとかイタイタイ病とかあった頃ですもんね、ちょうど四日市喘息とか。本当そういったのが、僕は九州ですから水俣病だとかっていうのは結構ありましたけど、もう僕の住んでる地域が福岡県の北九州っていうところで、洞海湾っていうのが、太宰府天満宮の、あっちは全然あれは太宰府な、でもすげえ南の方なんですけど、もちろんいろいろ僕は北九州ってとこ洞海湾っていうのがあって、そこもね八幡製鉄所ってあるんですね。はいはい、八幡製鉄所のね汚水がもう湾にボンボコ流されてた時代だったんですけど、えげつないっすね、それも最悪ですよ、最悪の時代だと思いますよ。もうとりあえず生産をしろ、生産をしろ、どうなってもいいから生産をしろっていう時代でだったでしょうから、今はねもう今は結構綺麗になってきて、魚だエビだ帰ってきてるんですけど、おそれはもうなんとかってやつですね。まあでもね、やっぱ海は汚いし、そこには何が沈んでるのが、まあいろんなものを沈んでる、まあ人が言うには戦闘機も沈んでるって話もありますし、すごいすごい、そういった時代ですからね。もう衛生管理っていうところがあったりをするようなところで、本当にそういったものを今だったらもう手を洗わなければいけないみたいなのが当たり前にできますけど、そういった時代とかあって「はあ?」みたいな、そんな汚い手で「はあ?」って鼻ほじりながら手でおにぎりをそれで掴んで食べるみたいななんかそういったようなものもひょっとしたらまああったのかもしれないし、それをもう本当にこれはやばい、もう呪いだたたりだみたいなもので、収拾をつけるぐらいしか、ひょっとしかもその前にそういった定期的にそんなことが起こっているっていう史実、口伝、まあ史実というか口伝ですけど、そういったのがあるんだぞっていうことを引き合いに出しても止めるぐらいしかなかったっていう切羽詰まったその土地の現状っていうのかもしれませんね。あ、やっぱそっちかですかね、やっぱりわかんないですけど、そういう解釈もできるのかもしれないですね、ひょっとしたら。だってゴミなんてそこら中に捨ててた時代じゃないですか。そう、焼き畑とかしとったぐらいですかね、焼いて。だって東京オリンピックの時なんてそういったのがむちゃくちゃだったから、ゴミ箱を作ったんでしょ。あ、そうですよね、言ってましたね、それ。ポリバケツってあれってそういう時代に作られたっていう話がありましたよね。あ、ですね。うろ覚えですけど、そこら辺にゴミを捨ててたからポリバケツを作ったっていう、だから本当美化しようっていう本当真っただ中の高度成長期と、そうやってきれいにしなきゃいけないっていうところでもうガチガチにやってたような時代だったのかな。あ、でそれで収集がつかんくて訳が分からんからそういうことにしたみたいな。ああ、それはあり得るかもしれないですね、確かに。でその時にたまたま史実を見ればそういうことが何回かあったから一つにまとめたみたいな感じなんですかね、やっぱり。ごちゃごちゃにしちゃったっていう。もうだからその50年前にそれが出来上がったのかもしれないですね。そうですね。ただそれ怖いんがね、その話ってまあ僕の家から見たら20キロ圏内の話なんですけど、はい、まあ言うたら100キロぐらい離れてる時のおじいちゃんでも言うてるみたいな。どこをどうして伝わっていったんかなっていう。まあ、僕もたまたま知ったんですけどね、そういう話になって、そこに住んどんやったらこういう姫さんの話ないかって言われて、で、なんで知ってるんですかみたいになって、いやでも待ておかしいぞってそこでもなったんがあって、どういうことなんかなってで、あとその3つに分かれた話に なってくるんですけど、はい、カナタさん九州ですよね、はい、糸姫さんって知りません？糸姫伝説ですか？あ、やっぱり九州だったかはいこれで僕多分地元バレちゃったと思うんですけど、ああなるほど、そういう、あそっち、あそっちか、はい。でそこのどういうわけかそこの姫様の呪いになってるんですよ。ああ確かにそういうことか。地元っちゃ地元なんですけど、その、うん、僕の家から見て20キロ圏内にその糸姫さんがいたという痕跡一切ないんですよ、はあ、言うてしまえば、はあ、一切ないのにどういうわけか、はい、戦国時代の話を引き合いに出してきて、はあ、そういう糸姫伝説を乗っけて、はあ、こういうことがあったっていうふうに言うてるんですよね。はあ、でもそれ距離離れてるわけでしょ？離れてます。まあ、近所って言ったら近所なんですけど、はっきり言って川2個ぐらい挟んでます。でもそれだったらそんなに距離は遠くないんじゃないのかな。ないけど来るか来んかって言ったら一国の姫様がねでしかもそっちの方に行ってるわけですから、一回はじゃあどうしてこっちの呪いの伝説の元になったのみたいな。でもう一個の話っていうのが、まあ頼朝の腹心のね、源頼朝の腹心の奥さんが、またその、まあ、僕の家の近所のお城におって、そこから逃げていって、最後、まあ、とある、まあ、村まで行って滝の中に入水自殺をしたと伝わってるんですよ。でもう一個の話っていうのが、その攻め込まれた城のお殿様の話で。まあもうこれ言っちゃったんで言うんですけど、夜行さんの元になってる話と一緒です。言うたら夜行さん、はい、全然もうそっからもう結構詳しくないと分かんなくなってくるね妖怪なんで、まあ調べてみてくださいあ、夜行って夜行か、はい。おあの妖怪が僕の家の周りでもずっと伝わってて、うん、夜中までに年かったらこの首のない馬に乗ってやってくるぞと伝わってるんですよね、はあ、だから多分この3つの話を混ぜて糸姫伝説にしたんかなと思ったんですけど、どうなんだろう、ちょっと詳しく知らないとそれはちょっとあれだね、込み入ってくるから、そうね、それはちょっとあれだね、ちょっとテーマがでかいっていうところもあるけど、そこら辺はひょっとしたらみんなも興味が出たら、糸姫伝説のあたりだとか調べてみるといいのかもしれないです。そうですね。ただ僕の地元で伝わってるのはもう全然違うんですよね、糸姫伝説と。またこの九州の方で伝わってる、うん、まあまあそう、最後首切ってますから自分でこっちの糸姫は場所によって話は違うっていうのはあるでしょうね。あっちではこうだけどこっちはこうっていうようなのはあると思いますけど、どうしてこうなったんかなって、うん、やっぱりその破傷風と大腸菌のことを言うためにそういう話にしたんかなって、うん、まあそこはちょっと分かんないけどね、そうなのかもしれないですけどね、うん、まあこれがまあ僕の地元に伝わるまあ口伝で残っている話です。今でもまあ言ったら地元のおじいちゃんおばあちゃんに聞いたりとか、その近所の人に聞いても帰ってきます。ただ本に残ってないのがおかしいなと思って調べていったら、あ、なんかこれ怖い話やなと思って、うん、突しました。そうね、ちょっとただちょっといろいろと資料とか膨大になってくるから、結構これはこうなってこれがあって、まず一番最初の取っかかりからやってから順を追って現代に戻ってくるっていう方のやり方の方が一番いいと思うけど、そうなるととんでもない時間がかかると思うし、物量になってくると思うんで、物量がもうそれはまたちょっと別の機会ですね。あ、わかりました。はい。そのちょっとそういったのがあって、ひょっとしたらそうなのかもしれないけど、ニュアンスだけまあ伝わればいいのかなっていうところはあったりするところはあると思いますが、まあ興味のある方は個人でそういったいろいろ福岡にまつわる伝説だとか、まあ九州にまつわるそういったものとかっていうのはいろいろとあったりするので、まあ見ていただければ少し面白かったりするようなこともあるのかもしれないですね。伝説だったりいろいろあるんで。ですよね。はい。ではすみません、よろしいでしょうか。あ、はい、いけます。じゃあ、今日はありがとうございました。また何かあればお願いいたします。はい、失礼します。はい。はい、ありがとう。まあちょっと歴史的なそういったちょっと紐解いてみるとそんなことがあったっていうようなんですけど、まあちょっとね。歴史的なようなものとかその伝説とかっていうかそういったものにちょっとこうかじっているような人じゃないとちょっと難しいよね。俺もちょっとよくそういった伝説だいろいろっていうのはまあ聞きかじったことはありますけど奥深くまでは分からないのでそういったのをこう調べる取っかかりとかっていうのああそんなのがあったんだっていうところでの興味づけはひょっとしたらあったのかもしれないですけど。ひょっとしたらね僕も個人的にはそういったのちょっと興味があるというかそういったのをね遊園期間でやってますからね遊園期間で糸姫伝説をどっかで特集こういろいろと紐解いてみるみたいなのもあったら面白いのかもしれないですけどどうですかね。まあそんなのもひょっとしたら何かしらそういった伝説いろんなのもありますからね扱ってみるっていうのもひょっとしたら面白いかもしれませんね。はい。まあ中途半端になっちゃうのはねそれが一番あれですからそういったのはちょっと、個人個人とまた一つ一ついきましょう。はいもしもし。もしもし。はい。先ほど突しましたサードと言います。はいいらっしゃいませ。大丈夫でしょうか。はい大丈夫です。さっきはい嫁さんの話をしたらもう一個嫁さんが教えてくれまして、はあ、いいですかね。はいお子さんがなんかわーって言ってましたけど大丈夫です。大丈夫ですか。はい途中乱入して「わあ何してんの?」とかって言われたら僕は苦々しい顔すると思います大丈夫今おとなしく横でバナナ食べてます。あ、よかったよかった。はい、ですね。はい、これも嫁さんが小学校の時の話なんですけど、はい、お家の近くで弟と一緒に遊んでたらしいんです。はい。うん。で、それでしばらく遊んでたら近所の中学生がまあ会ったことないとかその初めて見たような中学生がやってきて、はい、箱の中に入った鶏を持ってきたらしいんです。箱に鶏を入れて持ってきたらしいんですよ。でそれをもらってくれとなんかいきなり言ってきたらしいんですね。はい、うん、でまあどこから持ってきたのかも全然わかんないんで最初は「いいですいいです」ってかなり断ってたんですけどそういきなり鶏でしょ。そうどうぞって「いやいいいいいい」ってなるしかも生きてるしなんかすぐ調理したら食べれるぐらいの肉だったらまあもらうかもしれないですけどまあねうんでも向こうも全然折れずにこうとにかくもらってみたいな。感じでまあしょうがなくもうとりあえず引き取ったらしいんですよ。はあで近所にまあ畑があってそこの畑でまあなんか遊んでたらしいんですよ。はい、その鶏をまあ箱から出してじゃないですけどまあそうやって追っかけたりとかして遊んでたらしいんですけど、はい、そしたらその近所におじさんがいて。まあ、全然身内でも何でもない普通のおじさんがいて、はい、でそれを見てたおじさんがいきなり来てその鶏を貸してくれって言うんですよ。ほう、うん、ちょっと貸してだったかちょうだいだったかちょっと本人も曖昧らしいんですけど、とにかく渡してくれと。はあ、でまあ飼うこともできないし、うんうん、引き取るには引き取ったけど飼うこともできないしどうしたらいいもんかと、うん、まあでも渡していいものかどうなのかちょっと不安だったんですけどそのおじさんに渡したらしいんです。はい、うん、でそしたらまあしばらくしてなかなかこう返してくれないし、うん、どうしたもんかなと思って、うん、こうおじさんの様子を見に行こうと思って、うん、でまあその畑の方へまた行ったらしいんですよ。うん、そしたらその畑のど真ん中に、うん、段ボールが置いてあって、はい、でなんかこうかぶせてあるような形をしてたらしいんですよ。はい、なんか下に何かあるところに上に段ボールをこうかぶせてあったような感じで、はい、で恐る恐るその段ボールをパッと開けたら、はい、鶏の首が90度に曲がったままいたらしいんですよ。死んでたんです、鶏が。でわーっと思ってまあこう下がるじゃないですかパッと。でまあその畑の近所なんでおじさんの家が。でそのおじさんの家をまあ見たら縁側の方にいたらしいんですよそのおじさんが。こっちの方を見てでなんかちょっとこうにやついてるように見えたらしいんですね。え、おじさんが？おじさんが。おでまあ怖いじゃないですか。もう明らかにこれ次私の番って思ったらしいんですよ。もうでとにかく恐ろしくてとりあえず逃げようと。でコンクリートブロックのなんかこう塀みたいなのがあるんですけど、はい、まあ大人でいうと腰ぐらいの高さぐらいまでしかないなんかコンクリートブロックのとこで、はい、そのお家の前のコンクリートブロックをこう四つん這いになってこう隠れるように必死で帰ったらしいんですね。はい、うん、でお家帰ってまあ母親に「これこれこんなことがあった」って話をしたんですけど、はい、母親はまあそんなことあるかい言うて取り合ってもらえんかったらしいんですよ。はい、でも本人も弟もビクビクで、でどうしたもんかと思ってまあとりあえずその日はその日で終わってで次の日また弟と一緒にちょっと様子を見に行こうって言ってそこへ行ったらしいんですよ。はい、そしたらまあその鶏も段ボールも何にもなくて、結局何もなかったかのようになってたらしいんですよ。うん、物が全くなくて、うん、でまあこの話はそれで終わりなんですけど、でそのまあ近所なんでそのおじさんを見るたんびになんかこっちにこう気がついた時になんかこうニヤッとしてるような夫婦みたいな、なんかそんな風に見えたとか、なんかそんな風に言ってて、でもなんか別にこうその人自体がこうなんていうんですか言い方悪いですけどこう精神異常者というか、そういう感じの人ではなかったらしいんですよ。でなかったらしいって言ってももう今までの一連の出来事はだから普通世間一般というかそういう風な話でそこにいるわけではなく、ただその時の行動がおかしいしずっとなんかこっちを向いてなんかにやついてるような感じだしみたいな。でなんていうんですかねまあだいぶ後日なんですけど大きくなって、その弟に「こんなことあったよな」ってなんか一回聞いたらしいんですよ。したら弟は「は？何のこと？」みたいな、その弟は全く覚えてないらしいんですけど、えそれがわけわかんないんですけどね。でも鶏は死んだんでしょ？そう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 。それ間違いないんですよね。うん、本人はもうバッチリ覚えてるって。だけど弟が全く覚えてないっていう。鶏をもらったところは弟も見てるんですよね。そうそうそう。一緒に遊んでたらしいんですけどね。それをおじさんに渡したのも見てるんですよね。そう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 。で、鶏何それって言ってるんですか？うん、そんなことあったっていう。それは聞いたのはそのちょっと後とかですかね。いや、かなり後ですね。大人になってから。じゃあもうそれはもう忘れちゃってる、うん、そうかもしれないですけどね。ところなんていうか、結構そういった衝撃的な結構そういうので記憶飛ぶとか言うじゃないですか。ね、忘れたいところは結構もう忘れるっていう結構都合のいい機能を持ってますからね。そう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 。防衛本能なのか、うん、トラウマ的なところはそのこうそれこそ蓋するっていうね。そうですね、うん、だからそういうふうに綺麗にこう蓋ができればいいんですけど、うちの嫁の場合ははっきり覚えてるんで、うん、鶏とおじさんが嫌いってずっと言ってますね。あ、奥さんは。そうですね、もう完全にそれがトラウマになってますね。鶏とおじさんが嫌いって言ったらもうじゃあ肉屋の大将とか絶対無理ですねいや多分牛肉とかは大丈夫だから肉屋は大丈夫。まあそうかなちょっとそこら辺はね、ちょっとしんどいかもしれないですけど、はあ、もうだ意味不明ですね。もう完全にうわ怖っっていう思いはするんですけど、はあっていうのがずっと残ってるんで。いやでもはあっていうか、まあ、はあははあですけど、ちょっと引くわっていう、ちょっと引くですよね、若干引くの方が強いかな、まあ、そうですね。そもそもの始まりの中学生が鶏を持ってきたいう時点で引いてるんですけど、ていうか、そういう何もしないけども、はい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 、いたかもしれない。記憶の中に、皆さんの記憶の中をちょっと探ってもらいたいですけど、何もしては来ないけど、なんか気持ち悪いおっさんとかっていませんでしたっけ？いましたね。僕もやっぱそうやってこう話を聞いた時に、あ、そういえばこんなおっさんおったわとかっていうのはすごく思い出しましたけどね。結構そういう部類でいたずらをするというか、人がそういうふうなふわーって、子供たちがふわーって恐れをののいているような姿を見てニヤニヤするような、あ、ちょっといましたいました、そういう方向での、まあちょっと人、まあ癖を持っているような人っていうのって、まあ時代がひょっとしたら、まあ申し訳ない結構前ですよね。そうですね、今から言うたら20年ぐらいは前ですわね。90年代とかっていうか、どこかは分かんないですけど、まあそういった庭があったりだとか、鶏っていうような畑っていうワードとかから、まあ結構そういったちょっと場所なのかなっていうようなところも推測はできますが、そういうところではね、まああんまりこう広いコミュニティ、まあそのまあちょっとちっちゃいコミュニティとかっていうようなところだったりすると、いたりするのかなっていうのも。そうですね、まあ都会でもそうですけどね、どんな街でもね、ようわからんなんじゃこいつっていうのいますけどね。はい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 、そういうのだったのかもしれないですけど、ただただ気持ち悪いっていうのは。そうですねだからこれが人コアになるのかどうなのか、ただまあ自分が聞いて怖いと思ったんで、まあちょっととりあえず突させてもらおうかなと思って。そうですね、いやいや、まあ近所付き合いってやっぱ昔から本当そうですね。そうですね、ちょっと、なんかね、いろいろと怖いですよね。まあ、そんなのが続いていくと希薄になっていくわいって話ですよね確かにそれはありますよね。本当自分の身は自分で守らないといけないですよね。そうですね、確かにそれは言えますね。ありがとうございます。すいませんでした。またなんかネタがあったら突しますので。はい、よろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございました。はい、失礼します。はい。時折聞こえる子供の声が子供の声だよね。ありがとうございました。しょうか。どうぞパチパチよろしくお願いします。ロムテル方々もですね残り4時間ぐらいですので、よければ、盛り上げていただければなと思いますが、ちょっとなんだか今日は日曜日だからあれですね、なんかちょっともうちょっとコメントやんわりいこうよ。なんか発狂してる人何人かいるけど、何なんだろうな。いちいち言わないで NG 入れりゃいいんだけどね。あのね、こっから見てね、なんか知んないけどね、米部が真っ赤なんだ。なんかもうその人たち全員もう軒並みどんだけ嫌われてんのよっていうぐらいの、もう米部が真っ赤なんだ。ちょっと落ち着こう。落ち着いて。うん、で落ちに行く前に落ち聞いたりしちゃダメじゃん。最後の話になる前に結局どうなったのみたいなこととかって言われても違うじゃん。何なんだろうな、今日にやっぱり日曜日っていうところはあるでしょうけどね。いつも時間帯が違うからね。おっ久々ですね。はい、いらっしゃいませ。もしもし。もしもし。どうもこんにちは。こんにちは。お名前は、はい、お前でございます。久々に溜めた。どうもでございます。はい、ちょっとお久しぶりにお邪魔させていただきました。ありがとうございます。すごいですよ、お前さん言われてますよ。呼びましたっていう。ちょっと軽く嫉妬しよう。ありがとうございます。はい、もうよろしくお願いいたします。ちょっと簡単な画像を送りましたんで、参考にしていただければ。本当だ。はいはいはい。こちらじゃあ出して大丈夫ですかね。あ、大丈夫ですよ。はい、それでは画像を出したいと思います。あ、あかんあかんあかん、これじゃない。はい、オッケー。じゃあこれで画像いきまーす。こちらですね。はい、ちょっとこの音楽面白いですね。これいいでしょ。はい、写真紹介する時とかのこのなんていうんですかね、はい、これはアンビリバボーの SE をパクったんですけど。アンビリバボー使ってないですからいいと思います。ですかね。うん、30前後はこの音でクスってなると思いますね。ちょっとあ、懐かしいって思うね。これどういう感じですか？まあちょっとした話なんですけど、あんまりガチな話ではなくて、ね、今年の1月の話なんですよ。僕1月に帰省するんですよ。元旦とかではなくて1月の大体末の方、23とか22とかに。はい、で帰省する目的は実家に顔を出すのと、はい、お墓参りが目的なんですね。まあ父親の命日なんで1月は初頭は混むんで空いてる時期に行くっていう流れなんですよ。それで今年もまあ今年は僕一人で行ってきたんですけど、奥さんは留守番してもらいまして、はい、でお墓参り行ってきたんですね。はい、で1月末ぐらいでこの墓地非常に山の中にあるんですよ。山をちょっとこう削った感じでお墓が立ってるんですね。その横の図の、あ、なるほど。下がこう縦に割った分ですね。そう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 。はい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 。で上のやつは真上から見たような大体な図で、で雪が降ってる感じなんですね。はい、結構積もってました。はい、で日にちは土曜日だったんですね。はい、でこの上の図を見てほしいんですけど、はい、僕と母と兄でお墓参り行ったんですね。はいはいはい。あ、黒い、あ、ピンクの点々点は、はい、そういうことですね。人です。3人っていうことですね。はい。はいはいはい。で、この矢印のルート、上の図ですね。はい。このルートでお墓に行ったんですよ。はいはい。まあ、これ大体の簡略した図なんですけど。はい、で、これすごい上り坂になってるんですね。縦のラインは。そうですよね。結構ね。はい。だんだんなってるんでしょうから、結構な坂でしょうね。はい。勾配は結構きついです。うん、で、雪が積もってて非常に登りづらいというような状況だったんですね。はい、で、人はほとんど来てないような感じで、足跡がついてないような感じだったんですね。まあでもついてても雪が積もってるような感じで、人が入ってない感じ。はい、で、3人でお墓参り行きまして、はい、このルート、この矢印のルートでお墓に行ったんですよ。はい、この、まあ大体この辺にあるお墓だとご理解していただければ。で、ここに来て、まずは雪かきとか、お墓の周りの、っていう作業をせこせこやってたんですね、僕は。はい、で、そしたら気がついたんですけど、下の段、はい、ここにちょっとここにもピンクの図がついてると思うんですけど、そうですね。で、ちょうどこの上のここを輪切りしたのが、これ、下の横の図ですね。そうです、そうです、そうです。大体こんな雰囲気をイメージしてもらえればいいと思うんですけど、はいはい、下に一段下に人がいますね。はい、いつの間にか下に人が来てたんですよ。はい、お墓参りかなっていう、まあ季節外れなんで、まあ雪かきか何かかなぐらいちょっと思ってたんですね。はい、まあ男性はちょっと小太りの感じで眼鏡をかけた、まあ至って普通な感じの人だったんですけど、はい、で気づいたのは帰りなんですよ。はい、このピンクのラインの矢印で同じ道を通って帰ろうとしたんですね。はい、そしたらですね、下の段に入る道筋、はい、ここちょっと分かれてると思うんですけど、はい、ここに足跡がなかったんですよ。この B から A に行くこの真ん中のラインですよね。ここを左に曲がってきて、上に上がって、この A って字のあたりですね。ここのあたりに、この下に入っていく足跡がないんですね。下の段に行くための。はい、あれと思ったんですよ。はい、こっちから来てないんだ。どっから入ったのかなと思ったら、後で思ったら、そう、B のこう方向で行けば、あ、こっちから行けば入れるかっていう感じで、はい、僕らはこのピンクのラインに沿って帰ってきたんですね。はい、で B のとこまで来て気づいたんですけど、はい、足跡が1個上についてたんですよ。ああ、これがあの人のかなと思って見てみたら、はい、足跡に雪積もってるんですよ。うん、だからここに登ってった足跡はさっきの人の足跡じゃないんですよ。時間は経過してるってことですよね。そんなに経ってないんですよ。うん、確かにちょっと経ってはいるんですけど、うん、でも雪も降ってはいないんですね。うん、だからこの真ん中にいたピンクの人はどこから侵入したのかがわからないっていう感じなんですね。うんうん、で、今あそこに人いたよねみたいな感じで僕が話したら、一応兄も見たとは言うんですけど、はいはい、どっから入ったのかが謎っていう、はい、そういう話です。雪にはもう慣れてますよね。はい、だからまあこういったところで、まあ急勾配で、はい、例えばちょっとしたそのまあ積もってたのどれぐらい積もってたんですか、雪は。10センチ以上は積もってましたね。で結構坂道きついと滑って登れなくなっちゃうんですよ。でこの道の右側もう完全に林になってて、はい、ここを迂回して通ることも理屈では可能かもしれませんけど、そこまでやる意味がいまいちわからないですね。そうですよね。ええ。10センチ以上積もっているっていうことは、踏みしめたらもう10センチぐらいは沈むわけですよね。はい、はい、そうです。足跡もくっきり残りますね。で、僕らも入った時には、このライン上には人が来た形跡は大体雪で埋まってたんで、ですよね。ほぼ新しく作った感じだったんですね。自分たちが通ってきた足跡とか見ても明らかに違うわけですよね。そうですね。10センチぐらい積もっているそこにある程度の雪が中に積もっちゃってるわけでしょ。はい。なんでしょうね。だからあれどうやって坂を登った感じもないしなっていう感じで、その時にこの A から、まあ、戻る時、はい、この B から、まあ、B っていうところに行くっていうところからぐーっと左に曲がってって、右に曲がって、はい、右に曲がってお墓参りあるじゃないですか。はい、で人いるなって確認するじゃないですか。はい、でぐるーってまた戻ってって、あれって足跡あれこうどうやって行ったのかなって思った時にはそこにはまた人はいたんですか？それはですね、そこで引き返すことはなかったんですよ。まあ母親と兄の手前ちょっと戻って確かめるのもちょっとあれかなと思ったんで、そうですね、あんまり僕は騒いでもしょうがないかなと思いまして、まあちょっと首をひねる感じでうんやーっていうような。はい。だよねとは一応確認は取ったんですけどね、一応。いや漢字記だったらもっと足跡大きいでしょ。漢字記ですか。ちなみに去年はですね、はい、この人手はじゃないんですけど、なんか熊みたいな足跡がありましたけどね。それ別逆それ違う意味で怖い。別意味で怖いよ。犬にしては大きいし鹿にしては形が変だみたいな感じでめっちゃでかい足跡があったんですけど。雪降ってんのになんだろうなみたいな感じ。寝れなかったクマいるんでしょ。でもいるはずですね。寝れなかったクマって穴いらずだったかなんだかっていうですかね。そんな感じで言うんですか。確かそんな名前だと思ったんですけど、ただうろうろしててもお墓にお供え物置いてっちゃダメなっていうルールがあるんで持って帰んなきゃいけないんですよ。あ、ここはそうですね。最近はそれがちょっと主流らしいんですけど、やっぱカラスがいたずらみたいなんでちょっと散らかるから必ず持って帰るようにっていうような。なんだろうな、そこら辺もなんかやりにくいですね、なんかね。そうですね。ちょっと情緒が情緒ないですね。なんだろうな、そういうのなんか何でもかんでもいかんって言って、ああ本当どんどん墓も簡略化されていって、本当もうプラスチックとかできるんじゃねえか本当。まあ今じゃ骨壺を収めるだけの変な建物とかもありますよね。納骨するだけの、そうですね。とこですよね。いやまあそれちょっと「ん？」っていうような感じではありますよね。ちょっとそんなガチな感じではないんですけど、頭見かけた変な感じっていうようなぐらいの話でございました。頭にクエスチョンがポポッと浮かぶような。はい。なるほど、ありがとうございます。はい。また次はいつかな。まあちょっと24時間頑張ってください。ありがとうございます。はい、それでは失礼いたします。はい。ちょうどね、お前さんのところが5時のチャイムが聞こえてきました。あと4時間切りました。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞすばしばしお願いいたします。あ、再生しちゃった。よいしょ。よいしょ。そうだ、俺ねテキストが1個あったんで、よいしょ、ちょっとトイレ行ってきますね。トイレ行ってからちょっとテキストを読もうと思います。よいしょよいしょよいしょ、ちょっと待ってね。ちょっと膀胱がめまいしません。大丈夫ですよ。歌って元気です。ああ、いいか。まだとりあえずいいか。とりあえずいいや。はい、いらっしゃいませ。はじめまして。へいらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。私、この枠に来たの初めてなんです。うん。ほう。で、私ね、本当に霊感とか本当にないの。はい。だけど、一回だけ、なんだろうな、お化けじゃないんだけど見たことがあるの。うん。その話をしに来た。すごいと思って、こんなわけがあるんだと思って。真面目に話す、今日は。今日は？初めてですよね。そうだよ。そうなんですか。初めてな気がしないんですけど。本当に話したことある？どうかな。どうなんだろうな。わかんないけど。どんな話ですか？私今17歳なの。17歳。あ、名前なんですか？頭からアンテナ。なんだっけこれ。頭にアンテナって書いてます。そう、頭にアンテナ。そう。そうなの。ほえ。で。はい、本当の嘘じゃないよ。本当の話。はい。私6年前におわんこ飼ってたの。はい。それでいつも散歩私の担当だったんだけど、はい。いつも散歩コースがあるのね。はい。でなんか市役所通ってぐるーって回ってで小学校があるの地元の。はい。でぐるーって回って。家に着くの。そういう散歩コースなんだけど、いつもその学校のグラウンドに入って、はい、なんだろう、ボールを投げるのね、グラウンドにポーイって、はい、そしたらなんか犬が取っていくの、そのポンポンポンボールを追いかけるのね。で、それを毎回するっていうのが、散歩の恒例なの。うん、で、いつ絶対5時に、学校に行くって決めてるのね、私。うん、だから、5時になったら、チャイムになるじゃんか。うん、チャイムになった時には多分、グラウンドにいて、あれを投げるの、ボールを。うん、それで、そうやってたら、学童保育の、子供たちがいるのね、いつも。学校で学童保育をやってるの。はい、それでいるけど、別にいっかと思っていつも通りにさボール投げたらさ、はい、男の子が私いつもブランコに座ってるんだけど、うん、ブランコの横に座ってきたの。はい、で構ってほしいんだと思ったから、うん、押してあげよっかって言ったら無視するのね。うん、で、犬は向こうに行くの。うん、で、なんか、持って帰ってきたのね、犬がボールを。そしたら、その男の子が、はい、なんか犬が怖いっていうの。ずっと、犬を見ながら、犬が怖いっていうの。うん、で、ごめんねって言って。うん、で、リールで繋いだのね。うん、犬を。うん、で、なんか、バイバイとか言って、ごめんねって言って、うん、行ったら、学校のさ、後ろにさ、川があるのね。川があって、なんか橋が2本かかってるの。はい、右に行く道と、左に行く道と。はい、で、なんかその日、その犬があんまりボールポイポイできなかったから、うん、もうちょっとどっかに行きたいって言ったのね。はい、だから、じゃあ川行こうって言ったの、私が、犬に。はいはい、して、川の方に行ったのね。そしたら、橋にその男の子が座ってるの。で、ヤッホーって言ったのね。うん、そしたら、男の子がこっち向いて、なんか、犬が怖いって言ったの、また。うん、犬が怖いって言って、そのまま、橋から川に飛び降りたの。うん、っていうお話。それだけ、怖くない？で、犬は、私がその子供にヤッホーって言った時点で、うん、なんかお座りしたの。うん、で、ずっとその橋を見てたの。うん、っていう話。で、私すっごい怖くて、うん、やばいと思って。で、その時私携帯とか持ってなかったから、うん、どうしようと思って。で、普通に見に行ったのね。これやばいと思って。うん、橋見に行ったら、うん、なんか何もないの。うん、男の子もいないし、うん、落ちた時にジャポーンって音もしなかったの。うん、怖くない？ね、怖いね。うん、いや、本当に怖いんだよ。で、私、霊感なくて、私、本当に霊感ないの。で、お化けだと思って。これじゃなければ怖がれた。めっちゃ怖くない？本当に怖いの。話はね、怖いんでしょうけどね。想像してみて。だから話は怖いよ。うん、超怖い。怖いけどね。もうね。うん、出たの？あ？何？何？何？ああ、もうてめえの胸に聞いてくれって話ですよね。じゃあ、じゃあ決め台詞で落ちて。やっほー。はい。終わり。なんだこいつ。気抜けるわーもう。あ、ちょっとお待ちください。ごめんなさい、ちょっとお待ちください。テキストが届いているものがありますので、そちらを読みます。テキストがありますね。テキストがありますね。テキストの方をちょっと、読みたいと思いますが、ですね、ですね、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。うん、でもね、今みたいなのがたまにあるからいいんだよ。別に。たまに続くからね。続くからね。これね、今まで初ですね。テキストなんだけど見取り図があるパティーン。うん、珍しい。ちょっと待ってね、ちょっと準備しますのでね。次は、だから言うてるやん。テキスト読むからちょっと待ってね。言うてるやんやん。大丈夫かな、これで大丈夫かな。よいしょ。じゃあちょっとですね、切り替えましょう。映りましたかね。それでは、読みたいと思います。テキスト届いておりますんで、あ、ですね、あ、いいか。いきたいと思います。で、もうこれが終わったら、もう一回テキストいきます。これが終わったらもう一回テキストしてきます。テキスト足す。では、テキストいきたいと思います。匿名希望の方からの、投稿でございます。私が小学校4年か5年の頃の夏の話です。もう30年以上前のことになります。まず雰囲気を知ってもらうためにご説明いたします。私の家は山深い、深い山の谷合にある山村です。川沿いに走る道から一段高台に私の家はあります。そして、私の家と裏手は山の畑へ通じる道になっていました。また私と妹の部屋は2階にありました。これでしょうね、多分ね。こういう形になってるんでしょうね。その日は見取り図の窓を開けて、また襖を開けていたと思います。9時頃か10時頃くらいでしょうか。おそらく午前だと思います。突然窓の外からキャーッというような奇声を聞きました。20代か30代かは分かりません。ただ女性の声でした。明らかに尋常ではない異様な声でした。深夜の山村に響き当たる大きな声でした。誰かが私の家の裏手を走りながら叫んでいることは声の叫び方から分かりました。私は震え上がり、声が聞こえている間震えていました。声が聞こえたくなると開いている襖越しに妹の部屋を見ました。妹の部屋、本人ベッド、ここ、襖越し。ここかな？この辺りかな？見たのかな？そこには耳を塞いで震えている妹の姿を見ました。あ、同時に聞いていたんでしょうね。私は自分の聞き間違いではないことを悟り、すぐさま走り出して妹の部屋の裏屋根に出る扉を開けて、家の裏手を見渡しました。ここかな？5分なのか10分なのか自分でも覚えていないのですが、私は何かを探し続けました。しかし田舎の山の中です。そこには真っ暗な暗闇があるだけで何も見えませんでした。翌日、恐る恐る母親にこの話をすると、母親は「どこそこの家には少し頭が少し変な女の人がいるらしいね」と苦笑いをしていましたが、私はどことなく母親が嘘をついているような気がしました。子供心に怖くもあり、私はこの話をそれ以上詮索するのをやめました。精神疾患の方がいたのだとしたら、それはひた隠しにする村社会の闇。そうではないのだとしたら余計に怖い。この話、今思うと何か昔を引きずる村社会の闇を見たような心持ちです。というこちらはですね、村社会の闇というそんなお話でございました。まあそういったね、まあ、さっきもちょっとそんな、村だっていう、そのちっちゃいコミュニティでのっていうような言葉がちょっとだけ出たようなお話もあったりしましたけど、やっぱどうなんでしょうね。こうなんかこう人のそういったもう村社会っていうのって結構あるんですよね。そういったようなものとかが、そのちっちゃいコミュニティで、そこが世界っていうようなとこだったりする場所もあったりだとかするしね。やっぱその外界からはちょっと離れて、独自のそういった村のルールというか、その場のルールっていうようなものがあったりだとか、ちょっとそんなようなものがあったりだとか、まあこの間ね、もう公開は終わりましたけれども、残影とかね、見た方は分かると思いますけれども、そこで昔そういったところで何が行われていたかっていう話とかも結構ちょっと出てきたじゃないですか。なのでなかなかね、あったりするかもしれませんが、そういったところとかは。ただ、そういったことがね、ちょっと差別だなんだっていうところにつながったりするような、やっぱりまだ社会ではあるんですが、もう差別的に使ってるようなねところもあったりしますけど、まあそういったのとかは極力自分ではやらないようにとか思わないようにとかは思っておりますけど、まあ、実際にやっぱそれに目をつぶるとか、まあ、臭いものに蓋をするようなことっていうのはどうなのかなっていうのも思ったりするんですけど、まあちょっと実際にそこに住んでいた人間にしかわからない、そういったまあもうそのまあ垣間見たねような気持ちですとおっしゃっておりますので、ひょっとしたらまあその住んでいなきゃやっぱりはなかなかわからないような、都会に住んでいるようなちょっと人の多いようなところ、まあ、町とか住んでいる人にはちょっとわからないようなこととかがいまだあったりだとかするような、そんな闇の一辺を見たようなっていうお話なのかもしれませんけどね。皆さんどう感じたでしょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。匿名の方ですけれどもね、テキストを送っていただいた方にですね、よろしくお願いいたします。それではもう一つテキストを読みたいと思います。ちょっと待ってね。このやっぱこうこの時間になってわっと増えますな。今日あれだよね、ほんとちょっと今までも24時間やってきたけど、やっぱちょっと今日あれだね、なんかこう2016年になってかなのか、時間を空けてずーっとまあその長期間企画をやっていなかったからなのかどうか分かんないですけど、新しい人ももちろん来ますが、ちょっとこんなすっごいですね。なんでしょうね、なかなかですね。まだまだまあ3時間以上ありますけれども、それではもう一つ、テキストがすいません、テキストがもう一つ届いておりますんで、読ませていただこうと思います。これはですね、ちょっと LINE で来ておりますんで、LINE を読ませていただこうと思います。ジモティーが届きました。ジモティーメールが届きました。関係ないです。大工さんという方からの投稿です。これは私が小学生の時の話です。山育ちだったもので、夏場の遊び場はもっぱら山か川でした。ある日、友達7人くらいで川に遊びに行き、川辺に拠点を作り、私を含め5人で遠征といい、川上まで登って行きました。川幅は20メートル、深さ1メートルくらい、大きさはそれほどありません。私の前に3人いて、1人が私と並んでいました。前3人はザブザブと水をかき分けながら歩いており、横の友人と私は水中を泳ぎながら進んで行きました。ふと、不思議な光景に気がつきました。私と隣の友人はシュノーケリングをしながら進んでいたので、細かく水面と水中を確認しながら、泳いでいたのですが、前3人のちょうど間、水面に浮かぶ誰かの後頭部がありました。私はそれを隣のやつに指さして、教えました。なんと隣の友人も気がつき、えっというような表情でこちらを見ております。そして水面と水中を見れるポジションまで視界を2人で持って行きました。水中の視界はよく、前の3人のかなり前まで見えます。足は人数分ある。けど、後頭部の見えている。要はその前3人いて、もう1人後頭部が見える。それを確認しようとして水中の中に入って確認して、もちろんその3人の前ぐらいまでもちろん視界は良好。ただ後頭部もう1人分見えるのにもかかわらず水中の中で確認すると3人分しか足体はない。その時友人が立ち上がり「なんかいる!」と言った瞬間、後頭部がチャポンと水中の中に潜り込んで、私と友人は慌てて下り始めました。友人たちは時々変なものを見る私たち、その隣の自分とその隣の人ですかね、そういったことがあるんですねの行動で察知をして、慌てて拠点まで戻りましたというお話でございました。気持ち悪いですね。本当怪談というような、水場で起こった、ふとその、友達でワイワイ川を泳いでたりだとか水遊びをしていたところにふと急に現れる怪というんでしょうかね。あまりに普通すぎて最初のうちは気づかないような感じだったんでしょうけれども、どう考えても3人が前にいるのにもかかわらず1人多い。あれ後頭部だよな、あれ見えるよな後頭部、隣のやつに示し合わせて、あいる、えなんだあれ、中に潜ってみても人数分しかない。でそれでなんだあれって叫んだ瞬間チャポンっていうことは、それに気づかれたから逃げたとかそういったことなんですかね。もうそのチャポンって音がするっていうような、その音が本当にしたのかどうか。でもそういった水のこうね、沈んだ時のこう波というか、そういったものっていうのも見て取れたんでしょうから、なかなかちょっとこれは。水辺でね、海の中とかにいろいろまつわる、水もそのプールとかもそうですけど、水場に関わると何かしらこの言いようのない気持ち悪さというか、なんだろう、この粘っこさというか、何かしらそんなものを感じるような、そんな川での川遊びをしていった時のお話でございました。ありがとうございます。はい、投稿者さん、大福さんですね、拍手等よろしくお願いいたします。水辺での怪異、どうなんでしょうね。僕の水辺での怪異、あ、怪異じゃねえな、これ別の怖い話だなこれも話してるな、これも話してるからいいや。ちょっとね、やっぱ海とかね、水場は怖いですよね、ほんとね、嫌だね、もうほんと海とかは嫌だ。川もね、川も怖いんだよね。僕の地元じゃない、地元じゃないんですけど、親父の地元がね、結構山の中にあって、おいでそこに川が流れてるんですよ、結構大きな川が。で夏場にね、そういうの遊びに行ってたりしてたので、もうやっぱ川遊びをしている子供たちとかもいるんですよ。で結構ね、のんのん日和見てた人分かると思いますけど、橋の上からジャンプして川に飛び込むシーンとかあるじゃないですか。あれが本当に日常にあるんですよ、夏場とか。学校が休みの子供たちがそこから飛び込んだりだとか、度胸試しなのかどうか分かんないですけど、一つはね、もうちょっと下の方から崖っていうわけじゃないですけど、川のねサイドに岩があって、で、それ水面から岩のてっぺんまでだいたい5メートルぐらいの高さなんですけど、そこからわーって子供たちが飛び降りてるんですよ。でもう一つすげえのは、水深が大体ね 3,4 メートルぐらいあるのかな、結構深いんですけど、子供たちがそこで遊び回って溺れるってことはなかったのかもしれないですけど、過去遡ればあったのかどうか分かんないですけど、10メートルぐらいの橋があるんですよ。川をね上渡ってって、そこの向こうに家があるんで、その橋からね、子供たちがぴょん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 飛んでくんですよ。これでふとそこでうわすっげえなーって思いながらふって水面見たら藻だらけ。お前ら死ぬ気かって思って、でそこでちょっと危ないよって言って、でそれで言ったらやめなさいって子供たちを親が確かまあ引き取りに来たのか、だから注意されて帰ったのかは、その辺りはちょっと記憶は曖昧ですけれども、僕それを見てわーって言ったのは結構覚えてるんですけどね、中学生とかそれぐらいだったかな。その前にね、夏に泳いでて藻でね、ちょっと入ろうと思って中で藻絡みつくんですよ。分かる人は分かると思いますけど、足にすっごい絡みつくの藻は。で夏だからすごい水草っていうのが藻がね中で大量発生していたりして、それでも関係なしに子供たちは泳ぐんで、それで俺は泳いで危ないって自分でも体感して、泳ぐなって言われてたんでね、体感して知っていたことなんて危ないってそれで思ったんですけど、そんなことを平気でするからね、川遊びとかするようなもう無邪気でいいんでしょうけど、足取られるよ。それで亡くなってる子供もいるしね、ほんとね引きずり込まれるような感触なんだってよ。藻が絡まると本当に人に引っ張られるようなそこまでこうグッて引っ張るわけじゃないでしょうけど、抵抗しても戻らないとかね、藻が絡みついちゃって、でそれでどんどん絡め取られてどんどんうわーってこう溺れていくっていうようなこともあるんでね、皆さんも川とかで遊ぶことがあるかもしれませんが、夏場とかはね藻が発生していたりすると危ないのでお気をつけくださいね。はい、凸はいつでも大丈夫ですので、よいしょ。インドアでよかったね、本当インドアで、俺も本当インドアでよかった。インドア最高。来た。はい、いらっしゃいませ。あ、はじめまして。はい、はじめまして。橘ゆずと申します。橘ゆずさん。はい。はい、いらっしゃいませ。あ、少しちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど。こういうことを初めて話すんで、話が下手で申し訳ないんですけども。大丈夫です。まだ聞いてません。大丈夫だよ。気にしない。私、ちょっと変わった能力みたいなのがありまして、普通は霊感ある人とかだと、幽霊とか見られると思うんですけど、私はそういうのが全然見えなくって、その代わり、夢で霊を見るんですよ。で一番初めの時は小学校の時で、それから何回かあって、そのうちなんかこう自分がちょっと変な風なものを持ってるのかなって疑うようになってから、それがちょっと人に話すと裏付けがあって間違ってなかったりとかがあったので、それでもしかしてまあ見えないけどそういうものがもしかしたら感じるのかなって思ってたんですよずっと。それは予知夢とかそういう感じのことですか？じゃなくてですね、まあ簡単に言うと、夢で見て自分の知らないおばあちゃんが目の前で手招きしてて怖くて逃げようと思って目が覚めて親に言ったら、特徴言ったら、それは自分のおばあちゃんだよって言われて、自分のおばあちゃんはふくよかでそんな人じゃないよっつったら、それはお父さんの生みの親だよって言われたとか。そういうような形のことがずっとこう積み重ねてきて、もう成人してちょっとした頃には、なんかそういう感じのことがちょこっとできるのかなみたいな感じのことを、まあなんとなく思ってた時があったんですよ。で、10年ちょっとぐらい前のことなんですけども、ある日、家から東京の神田に用がありまして、はい、新宿を通って神田に向かう時のことなんですけども、はい、新宿駅に着いて神田に電車を乗り換えて神田に行こうとした時に、はい、ホームに下から上がっていったら駅がすごく騒がしくて、階段上がるときに下がちょっと軽く濡れてたんですよ。はい、で、なんだろうと思って上がってったら、青いビニールでこう電車が止まってて、そのなんていうかな、こう1両目のところがブルーシートで覆われてたんですよ。で私もさすがになんとなく何回かそういうとこに遭遇したことがあったんで、うん、もしかしてと思って。でも一応なんかこう助かるといいなみたいな感じで助かって家族の人と一緒にいたりとかできますようにみたいなことを心でお祈りして、で乗る電車は止まってたのは右側の電車だったんですけど、乗る電車が左側の電車だったんで、それで乗って神田まで一応ちゃんと行けたんですけども、その日帰ってきて家で夜普通に寝た時に変な夢を見たんですよ。うちの近くにハンバーグステーキ屋さんがあって、はい、そこっていうのは表の道路からも入れるし、裏の住宅の方からも入れるようになってたんですけど、はい、なぜかその時に裏から入ろう、住宅の裏から入ろうとして、そこが工事で入れなかったんですよ。うん、そんで、表からじゃあ行こうって言ったら、表もなんと、柵が閉鎖されてて、工事中って書いて入れなかったんですよ。はい、でそういう目を見て起きて、なんか変な夢だなぐらいな、その時は思ってたんですけど、はい、それから4日間毎日毎日変な夢を見るようになったんですよ。はい、でどんな夢かって言ったら、行きたいとこがあるのにそこに行けないんですよ、いつも邪魔が入って。で例えばですけども、私森で小説読んでたら迎えが来るんですよ、家族から。で、はい、家族で途中に帰るんですけど、途中で本を置いてきちゃったことを思い出して、本取りに帰るっつったら、家族がそんなもの置いてきなさいよって、もう急ぐよって言われて、はい、でも本気に入ってるんだけどっつったら、買ってあげるから行くよみたいな感じで戻れなかったりとかしてて、はい、そんで、なんか、変だなみたいな感じ、いつもなんかそういうなんかこうもやもやした感じで起きてた時に、ある日、うちインコを飼ってたんですけど、ちっちゃい時から。はい、インコと普通に遊んでて、そしたら宅急便屋さんがピンポンって来たんですよ。はい、で宅急便屋さんだから行かなきゃっつってて、インコは出てたんで、いつもインコは普通にそのままでいて、部屋から出てって宅急便屋さんから受け取るような形だったのに、なぜかインコが肩に止まって、どかしてもどかしてもこうなんていうか行かせてくれないんですよ。うん、そのうちに宅急便屋さん行っちゃって、あーみたいな感じで目覚めたときに、そのインコがもうすでに死んじゃったインコだったんですよ。ほう。で、その時に、私もしかしたらやばいかなって、その時初めて思って、インコの子が教えてくれてるのかなと思って、その時に仕事がたまたま時間の自由が利く仕事だったんで、夜寝るのを昼間に変えたんですよ。はい、で昼間寝て夜仕事をするようにしたんですけど、もうその切り替えた初日に金縛りに遭いまして、昼間なのに。そんでまた怖くなってきちゃったんで、今度は居間に移動して、居間って真ん中にこたつがあったんですけども、明るいベランダ側のちょうどのこたつの間に入って、光がもう散々のこうフリースのようなとこで寝るようにしてたんですよ。うん、で、それしたら、隣がキッチンだったんですけど、なんか人が歩いてる音がしてるんですよ。うん、で、フローリングなんですけど、ギー、ギーっていう音が聞こえて、うん、なんか誰かがいるわけないのに、なんでこんな音するのかなと思って、で、夢とかもそうだったし、なんかその変なことが起こるし、だんだん怖くなってきちゃって、うん、で、それまで私、幽霊っていうのは人畜無害で、何も怖いものじゃないっていう認識だったたんですけど、はい、なんかちょっと普通と違うような雰囲気がなんとなく部屋に感じがして、すごく怖くって怖くって、で、なんかどうしたらいいのかなって、自分じゃ見えないんでいるかどうかもわからないし、自分がついてこられちゃってるかもう判断しようもないし、どうしたらいいんだろうと思いながらもビクビクしてたんですけど、ある日昼間にお風呂入ったんですよ。うん、で、お風呂入った時に普通に湯船にゆったりしてついて、落ち着くなみたいな感じで、ふっと出入り口の方を見たら、なんか、中年の40、40多分後半の男性の、サラリーマンのフルのちょっとがたいのいい人が、こっちをすごい顔で憎んでるかのように睨んだ顔で見てるんですよ。うん、で、えっと思って、私見える力なんかないはずなのにと思ったら、もうその姿がなくって、その時にもう絶対自分が危ないんじゃないかっていうのがあって、震えが止まらなくって、どうしようかって悩んで、出た時に、とりあえずもうまだ昼に寝るっていうしてたんで、眠くてしょうがなかったんで、風呂出た後、とりあえずまあ寝てからもう一回なんか調べて、もしお祓いするなら何するなら考えようと思って寝たら、なんと寝た後にいきなりまた金縛りにあって、なんか両腕を、手首を掴まれて、ぐいって引っ張られるんですよ。うん、寝てるのに。寝てる意識があるのに、手だけがこう浮き上がってて、ぐい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 両手を掴まれて引っ張られるような変な感覚があって、すごく怖くて、これもしかして、私の霊体を引っ張ってるみたいなやつなのかなと思って、そんで、すごく怖くて、やだやだやだって言って、声が出ないのに一生懸命心の中で騒いで首を振って、なんとかその手の束縛から、逃げようとしたんですけど、どんどん引っ張って、体がちゃんと寝てるのに、だんだん上半身が起きてくるような感覚の、2つの感覚を持ってるような感じで見えるんですよ。うん、そんで、どんどん自分が体が引っ張られてて、体から離れてるんじゃないかと思って、その2つの視界に怖くなっちゃって、どうしようって言った時に、私、親からのあれで、ある、まあ、宗教に入ってまして、その宗教の、まあ、おまじないみたいなのがありまして、それを言ったら、パタって意識が寝てるのに戻ったんですよ。うん、で、怖くなって、慌てて、その宗教の人のところに電話して、そのお祓いできる人を紹介してもらって、お祓いをしてもらう約束を取り付けたんですよ。そんで、まあ、その人のアドバイスで、自分は、絶対、楽しく毎日生きてて、絶対死ぬ気もないし、っていうことを、心の中で思いながらこっちに来てくださいって言われて、その場ですぐ着替えて支度して、私は、もう毎日マジが楽しいし、絶対死なないって、絶対死にたくないし、これからやりたいこといっぱいあるんだっていう感じの気持ちで、一生懸命そこのとこまで行って、お祓いしてもらった後から、もう何も起きなくなったんですけども、うん、そういうことがあって、すごい怖い思いして、しばらくはもう夜寝れなくて、結構ストレスでいろいろあったりとかしたんですけども、うん、そういう不思議なことが、まあ、起きたことがあるんですよ。うん、それからは幽霊は人畜無害なのじゃなくって、中には悪意を持って接するものもいるんだって認識改めて、変なとこがあるなと思ったときはそこに近づかないようにとか自衛するようになったんですけども、うん、で後で聞いたら私が電車の前だったときにかわいそうにって思ったことがいけなかったんじゃないかって言われたんですよ。まあそれは結構まあ言うたら定説ではないけども、むやみにそういった亡き骸だとかその死に対しての哀れみを出してはいけないっていうようなね、でその哀れみに対しての、じゃあそんなんだったら助けてくれよって言って、スッてそういうようなところに入ってこられるっていう話とかもまああったりしますから。まあそこで何も思わないのは人としてどうかなって思ったりはするけれども、むやみやたらにそういったようなお祈りだとかそういったのはしないっていうようなのっていうのはありますよね。すがられるっていうようなね。でもただ心の中で思ったことを口に出したわけじゃないのに、どうしてもし幽霊がいたとしてもどうして幽霊はそのことが分かったのかなって、いまだにそれが疑問なんですよ。まあ言うたらそういった念オカルト的思考ですけれども、そもそも向こうは見えないですから、見えない存在ではないですか。だから、まあ例えば車で何か例えば犬だ猫だとかを引いて「わかわいそう」そういった死体とか何か引かれてるのって「かわいそう」って口に出して言わないじゃないですか。まあ言わないですよね。まあかわいそうって思うだけでも気持ちだとか念だとかっていうものとかっていうのは向こうのあちらの方では、そういったもしかしたらこの現世に生きている人間のような、まあ、そういった気持ちとかそういったものとかって筒抜けなのかもしれないですよね。うただ言葉にん、発しなくても向こうにはダダ漏れで「お前今何を思ってんだろう」みたいなことっていうのとかっていうのは向こうあちらさんにはひょっとしたらものすごく筒抜けなのかもしれないし、うん、でただこれ言葉に発してしまったらまた言霊としてそこは出ていきますから、うん、そういったところもね、まあいろいろあるのかもしれない。その向こうにこっちの道理が通じるなんていうことは、まあ、あんまり考えないことがいいのかも思いますけどね。道理は通常しないですからね、まあ、そういった体験されたんだったらちょっと分かると思いますけど、道理が分かるんだったら「お願いよやめてよ、もう怖えからやめて」って言ってもやめてくんないじゃないですか。うん、そういったところもあるのかもしれないですけどね。なるほど。まあそう、常識通用しない、まあ、常識の範疇外のまあ存在なのかどうなのかわからないですけど、はい、そもそも常識って何って言われるとまたそこから話がややこしくなるんで、まあそれはいいとして。うん、でも人間がねいて、物理的なところっていうところでは僕ら見ている世界ではないあちらの世界っていうのがひょっとしたら本当にあったりしたら、うん、こっちの法則っていうかこっちの常識なんていうのは通用しない、本当は心、まあ、そういった気持ちとか本当筒抜けなのかもしれないし、だからそういった悪しき考えの人とかの人には悪しきようなものとかがこう入っていったりだとか、こいつはなんかあるなと思ったらそこを食われたりだとか、ね、するとかっていう話もありますけど、心を食われるというかそういったような話もあったりしますしね、まあ、そういう妖怪だったりとかってそういった怪異にそんなことが出てきますけど、一体どうなんでしょうかね。うん、そうですね。でもやっぱりまあもし自分が死ぬ側で、かわいそうだと思われたら、変わってくれよって気持ちになるかもしれないから、恨まれてもその時はしょうがなかったのかなって、一応今では思ってるんですけど。まあ、変わってくれよって思ってもまあ、しょうがなくないよ。そこは抵抗するよね。まあ、抵抗した結果、どうなったかっていうところは、まあ、ちょっとね。まあ、ちょっとそういったね、ちょっと怖い思いをしたっていうところはね。はい、そうなんですよ。ますけどね、まあでもそんなまあでもちょっと見入られやすいとかひょっとしたら、まあ、そういったような方も話は聞きますしね。はい。見られやすいとか。そうみたいですね。なんかね、その差がわからないですけども、どういうところからそういうふうになるのかわかんないですが、なぜかしらそういう方っていますよね。何かね、まあ本当こういう話がねちょこちょこ今日も最初らへんにあったんですけど、もう理不尽極まりないし、なんであんたたちが勝手になんかいろいろとあって、まあ、死んでねしまっても亡くなってしまってもいろいろあったかもしれないけれども、それはそれでまあ悲惨だったなっていうのは思うかもしれないけども、なぜに全く関係ない家に嫉妬を抱いてたたろうとするんだ、呪おうとするんだっていうような話とかあったりするんですよ。今日はあったんですけど、ただの当たり屋なんで、うん、本当当たり屋ですからね。そういったような本当になんか亡くなった時あっちの方で、まあ喜怒哀楽なんてないって言われることってあるじゃないですか。はいはい、感情がそもそも感情はそもそもないけれども、死んでしまった時の念とかっていうのを残したまま霊体になるみたいな話があったりしますけど、だとしてもね全く関係ない人にね、触りだそういったものを振りまくなんて、一体あっちの方ってあっちにも法はないのかって思いますけどね。そうですね。あの世とこの世はね、もう本当分けていただきたいですよね。そうですね。ね、本当にね。よろしいですか、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい。ありがとうございました。残り時間頑張ってください。はい、すみません。また何かあればお願いします。はい、失礼します。はい。引っ張られちゃうというか、なんかそういったのに流されるっていうのもなんかどうなんでしょうね。ようわからんね。だよ、俺幽霊になったら絶対に女風呂行くからな、俺。好き放題やってる。かむにぶつ高祖上陽大師大祖上最大師にくゆあーと10分か。じゃあちょっとここで一旦休憩入ります。あーご時間がちょっとあれなんでね、ちょっとねギリギリなんで6時から凸開始で大丈夫ですかね。今凸来た方申し訳ない。6時ちょい過ぎから再開いたしますんで、ちょっと短めの休憩取って次枠行ってすぐ始めたいと思う。10分ぐらい休憩取って、次枠すぐ始めたいと思いますんで、よろしいですかね。申し訳ない。では一旦ここで、終了だ。その7終了でございます。次はラストです。一旦終了です。お疲れ様でした。